俺の名前は牧山史郎。27歳の会社員だ。今日は妻の沙織と一緒に行きつけのバーに来ていた。楽しそうに笑う妻の横顔を見ていると、店の入り口のベルが鳴る。よう、邪魔するぜ。店に入ってきたのは、柄の悪い数人の男たち。ラッキー。俺たち運がいいな。こんないい女に会えるなんて。先頭に立つ男がそう言うと、男たちは妻を見てニヤニヤと笑う。隣空いてるよな。ちょっと話そうぜ。男は妻の隣に座ると、肩に手を回そうとした。店内には他にも空いている席があるのに、男たちは妻のそばから動かない。やめてください。沙織は俺の妻なので。俺の方へ体を寄せる妻をかばって、男にそう言った。あんたがこの女の旦那か？いいじゃねえか。今日だけ俺に美人の奥さんを貸してくれ。お断りします。別の女性を探してください。きっぱりと妻が断ると、楽しそうに男が笑う。俺は大蛇組の若頭をしているんだ。こんな店よりもっと楽しいところに行こう。ホテルで二人で飲もうぜ。今までしたことない贅沢をさせてやるから。結構です。私はこの店が好きですし、夫と飲みたいので。んだよ。釣れない態度だな。旦那の前だから気を使っているのか？ぐいっと顔を寄せてくる若頭に、妻が嫌そうな顔をする。妻も嫌がっておりますから、そこまでにしてください。若頭の態度に我慢できず、俺は立ち上がると、彼の肩に手を置いて注意した。ああ？お前、仇のくせに俺に注意をしたのか？お前も聞いてただろう。俺はただのチンピラじゃねえぞ。ヤクザの幹部なんだ。ヤクザだから何ですか？妻が嫌がっているから、やめてくださいって言ってるんだ。てめえ、生意気だな。俺の態度に怒りをあらわにする若頭に、気を利かせたバーテンダーが声をかける。まあまあ、藤田さん。一杯サービスしますから、席に座ってください。なだめるようなバーテンダーに舌打ちをしながら、藤田と呼ばれる若頭が立ち上がる。若頭と取り巻きのヤクザたちは、俺たちの後ろにあるテーブル席に向かった。ほっとしながら席に着くと、途端に尿意を感じてしまった。ごめん、ちょっとトイレに行ってくる。戻ってきたら、別の店に行こう。うん、私は大丈夫だから。そう言うと俺は、カウンターに戻ってきたバーテンダーに小さな声で言った。ありがとうございました。少しトイレに行くので、妻のことをお願いします。俺の言葉に笑顔でうなずくバーテンダー。俺はいそいそと立ち上がってトイレに向かった。トイレで用を足して手を洗っていると、先ほど若頭といた男二人が入ってきた。おい、さっきはよくも頭に恥をかかせてくれたな。恥って？自分の妻を口説かれたから、断っただけじゃないですか。困惑しながら言い返すと、ずいっと、ヤクザが俺に顔を寄せた。言い訳するんじゃねえよ。お前のせいで、頭の機嫌が悪くなっただろうが。うっ。突然腹を殴られて、俺は苦痛の声を漏らす。何をするんですか？警察を呼びますよ。警察？呼べるもんなら呼んでみろよ。その前に、俺たちがお前をボコボコにしてやる。ニタッと笑った男が、俺の方を殴った。ヤクザをバカにして、無事で済むと思うなよ。おい、そいつを押さえてくれ。もう一人の男が、俺の背後に回り込み、あがいじめにされてしまう。離せよ。抵抗するが、がっちり掴まれており、逃げることができない。避けない的が一番殴りやすいんだ。そう言って笑った男が俺の顔を何度も殴る。やめてくれ。嫌だね。
なんで仇の頼みを聞いてやらないといけないんだよ。何度も顔を殴られ、口内は切れて鉄の味がする。後ろで俺を固定していた男が手を離し、俺はその場に座り込んだ。これで終わりか、と思って顔を上げると、二人は拳を握って俺を見ている。頭から動けなくなるまで殴れって言われているんだ。悪く思うなよ。そう言うと、ガツンと頭を殴られて、俺はその場に倒れ込む。床に倒れ込んだ俺を、二人は容赦なくめった打ちにした。弱いな。すっかりボロボロじゃないか。トイレの床に倒れている俺を見て、二人のヤクザがバカにして笑った。体中が痛み、手や足には力が入らなかった。あんな美人な奥さんの隣にいるよりも、汚れた便所の床の方がお似合いだぜ。奥さんのことなら心配するなよ。これからたっぷり楽しめるだろうから。意識が朦朧としていたが、妻の話を聞いて、はっと顔を上げた。待て、沙織に何をするつもりなんだ。彼女は俺の大切な妻だぞ。痛みに顔を歪めながら、俺はヤクザの足をつかむ。ニヤニヤと笑うヤクザに、俺は嫌な予感がした。沙織には絶対に手を出すな。俺が許さないからな。そう叫んで体を起こそうとするが、再びヤクザに蹴られてしまう。そんな弱いのに、奥さんのことを守れるわけないだろう。再びボコボコにされて、俺は痛みで体が動かせなくなる。こんなもんで十分だろう。待ってくれ。頼むから、沙織には手を出さないでほしい。この通りだ。トイレの床に倒れながら、俺は涙を浮かべて懇願した。俺が弱くて殴られるのは我慢できる。だが、妻に手を出されるのは許せなかった。沙織はヤクザだぞ。それでも手を出すのか。へえ、あの女は仇じゃないのか。驚いたような男に、俺は希望を見出した。そうだ、俺はヤクザの世界に詳しくないが、ヤクザ同士で揉めるのは良くないんだろう。残念だったな。どうせ下っ端のヤクザだろう。頭だったら何の問題もないんだよ。そんな。俺は妻がヤクザであることは知っているが、おそらく彼女は下っ端のはずだ。だとすれば、目の前の男の言う通り、若頭よりも立場が弱いんだろう。恨むなら、弱くて奥さんを守れない、お前自身を恨むんだな。そう言うとヤクザは、俺の方に向かって、ペッと唾を吐き捨てた。嫁の前で調子乗りすぎ。奥さんは、今夜頭がはめるぞ。はめるって、やめてくれよ。お前の奥さんは頭のタイプなんだよ。これから近くのホテルに無理やり連れて行って朝まで楽しむつもりだろうな。安心しろよ。朝になればきっと自宅に奥さんが自力で帰ってくるだろうから。ま、散々やられた後だろうけどな。そう言うと爆笑して二人はトイレから出て行った。若頭が沙織を狙っている。早く助けに行かないと。俺は痛む体を懸命に起こしてよろよろと立ち上がった。そうだ、警察に通報。あ、くそ、スマホは席にあるじゃないか。ズボンのポケットを探ってスマホがないことに気がつき、俺は悪態がついた。早く沙織と店を出よう。あんな奴らに連れて行かれたら、何をされるかわからない。俺は足を引きずりながら、店へと戻った。沙織、無事か？叫びながら店内に入ると、沙織は若頭と向かい合っていた。若頭の後ろには、先ほどまで俺を殴っていた男二人が立っている。
バーテンダーは赤く腫れた方を押さえており、止めようとしてくれたことがわかる。シロ、なんてこと、ボロボロじゃないの。俺の姿を見て、沙織が泣きそうな顔をした。ごめんね、助けてあげられなくて。俺のことはいいんだ。沙織、早くこっちに来てくれ。そいつから離れるんだ。俺が手を差し出すと、若頭が笑った。弱い旦那が帰ってきたな。見てみろ、汚い格好だ。見た目も財力も、俺の方が上だろう。あんな情けない奴は、置いていけばいい。そう言って、ぐいっと腰を抱き寄せると、沙織はため息をついた。あんたたち、絶対に許さないから。そう言うと、メガネを投げ捨て、手につけていたゴムで長い髪を一つにまとめた。妻の突然の行動に、なぜか若頭の顔がみるみる青くなる。その顔はまさか、本家の。なんだよ奥さん、急に張り切っちゃって、恐怖で頭がおかしくなったのか？髪を結んだ妻を見て、ヤクザたちはゲラゲラと笑う。おいお前ら、ちょっと黙れよ。若頭は懐に手を入れると封筒を取り出した。これ、俺の遺書だ。真っ青な顔色の若頭に男たちが驚いたように声を出した。頭、一体どういうことですか？あっと我に返った若頭は差し出した遺書を再び懐に入れた。あなたは、大蛇組若頭の藤田ね。それなら、私が誰かわかるわよね。牧山さん、ですよね。恐る恐ると言った様子で、尋ねる若頭に、沙織が無言でうなずいた。大変、申し訳ございませんでした。お前らも、早く土下座しろ。若頭はその場に座ると、沙織に向かって土下座をした。どうして頭が、その女に土下座するんですか？下っ端のヤクザですよね。お前は、この人がヤクザだと知っていたのか？どうして俺に教えないんだ？俺たちもさっき、その女の旦那から聞いたばっかりで。この人はな、海流組組長の娘で、本部長をしている、牧山さんだぞ。海流組の、本部長？ポカンと口を開けたヤクザが慌てた様子で若頭の隣に座って頭を下げた。牧山さんとは気がつかず、無礼な態度をとってしまって申し訳ありませんでした。沙織ってヤクザの幹部なのか？俺は沙織とその父親がヤクザであることは知っていたが、そんなに偉いと思っていなかった。そういえば、シロには詳しく話していなかったね。今まで聞かれなかったから。そう言うと沙織は土下座をしている若頭の頭を踏みつけた。付け足すと、大蛇組は海流組の傘下なの。肩着風に言うと子会社みたいなものね。それでそんなに怯えているのか。若頭の態度が急変した理由がわかり、俺は感心したように言った。そして緊張の糸が切れると途端に体の痛みを思い出して、俺はその場に座り込む。シロ、大丈夫？ごめん、ほっとしたら力が抜けて、いたたたたた。痛みに顔を歪めると、沙織が若頭の頭に乗せた足に体重をかける。俺と沙織が会話をしている間、若頭は沙織に踏まれたままじっとしていた。で、どうして私の夫が怪我をしているのか説明してもらおうか。俺が部下に指示を出しました。まさか牧本さんとは知らなかったので、俺に恥をかかせた仇の女と男を少し懲らしめようと思っただけなんです。そんなくだらない理由で私の夫に手を出したなんて許せない。そう言うと沙織は
テーブルの上にあったガラスのコップを手に取った。そして思いっきり若頭の頭に振り下ろす。パリンとガラスの割れる音が店内に響き、沙織がどう猛な顔で笑う。若頭の方は切れて赤い血が顔を流れている。沙織？俺は見たこともない沙織の姿と大きな音に驚いて思わず名前を呼んだ。あ、ごめんね、びっくりしたよね。沙織は俺の声に気がつくと手に持っていたグラスの破片を手放す。シロが殴られたって聞いてカッとなっちゃった。俺と目が合うと照れたように沙織が笑う。いつもの沙織に戻ったことに俺はほっと息をついた。もう大丈夫だから、これでおしまいだよ。早く傷の手当てをしないと。そう言うと俺のそばに寄ってきてぎゅっと腕に抱きついた。あんたら全員大蛇組よね。このことは大蛇組の組長に伝えておくから。はい、すみませんでした。若頭とその部下は立ち上がると頭を深く下げた。それじゃあ行こう。散らかしてごめんね。お金は海流組に請求して。沙織が俺の腕をぐいっと引っ張るため、俺はバーテンダーに頭を下げると店を出た。3日後、俺は仕事を終え、最寄り駅まで歩いていた。いつもは一人で帰るが、若頭と揉めてからは、妻が駅まで迎えに来てくれていた。シーロ、今日もお疲れ様。笑顔で手を振る沙織に癒されながら、一緒に駅の階段を降りる。毎日迎えに来てもらって悪いな。そう声をかけて妻を見た瞬間、突然誰かが俺の背中を押した。シロ、危ない。階段から落ちそうになった俺の腕を掴み、間一髪のところで沙織が支えてくれる。まだ階段を降りてすぐのところだったため、落ちていたら怪我では済まなかったかもしれない。おい、そいつを捕まえろ。妻が低い声で叫ぶと、周辺に待機していた妻の部下が俺を押した男を追いかける。あっという間に俺を押した男が捕まり、俺たちの前に連れてこられる。あんたはこの前の男じゃないか。俺を押した犯人は大蛇組の若頭だった。沙織の部下に捕まった彼はふてくされたような顔をしている。くそ、話せよ。お前らみたいな下っ端が触っていい相手じゃないぞ。暴れる若頭に近づくと、沙織が顎を下から突き上げるように殴った。どうせ仕返しに来ると思っていたのよ。予想通りね。そう言うと俺の方を振り返る。ここだと目立つから場所を変えましょ。確かに、みんな見ているね。通行人たちが立ち止まり、ざわざわとしていた。俺たちは若頭と一緒に自宅へと向かった。ヤクザ関係の人は家には入れたくなかったんだけど、仕方ないわね。嫌そうな顔でつぶやく沙織は自宅の鍵を開けた。そいつを抵抗できないように紐で縛って。沙織に命令された部下が若頭の両手両足を紐で縛ろうと近づく。ギャーギャーと暴れる若頭だが、数人がかりで抑えられ抵抗できないようだった。あなぜ、俺に手を出すなら大蛇組が出てくるからな。あっという間に手首と足首を縛られ、若頭は床に転がされた。ありがとう。あとはお父さんと大蛇組組長をここに呼んでくれる？部下に指示を出すと、沙織はふーっと息をついてソファーに座った。なあ、沙織。若頭が仕返しに来ると思って、毎日駅まで来てくれていたのか。うん。あ、ちなみに若頭じゃなくて、元若頭だよ。あの後、大蛇組の組長に行って、藤田を降格処分にしてもらったの。降格処分に納得していない様子だった、と組長が言ってたから、警戒してたの。仕返しをするなら私じゃなくて、仇の四郎だと思ったからね。そういうことだったのか。俺が納得してうなずくと、
縛られている元若頭の藤田が叫んだ。ふざけるなよ。どうしてナンパをして、その旦那を殴っただけで、降格させられるんだ。しかも、下っ端からだぞ。若頭から下っ端に降格なんて、納得いかないだろうが。怒鳴る藤田は、自分が悪いとは、全く思っていないようだった。まだ自分の状況が分かってないのね。呆れたように沙織が言って肩をすくめた。なあ、俺を狙ってどうするつもりだったんだ。お前は牧山さんと違ってただの仇だからな。痛い目に遭えば怯えると思った。怯えたお前を使って大蛇組の幹部に戻すように牧山さんを説得させるつもりだった。何そのわけのわからない計画。怯えた四郎に説得させるって？ふざけないでよ。そんなことされたら、あんたを消したくなるだけじゃないの。ふん、と腕を組んだ沙織が言うと、藤田はむっつりと黙り込んだ。しばらくすると、義父と申し訳なさそうな顔の中年男性が自宅に到着した。沙織ちゃん、すまなかったね。藤田がまた何かしてかしたんだろう。中年男性は藤田が所属する大蛇組の組長のようだった。二人とも中に入って、説明をするから。そう言ってギフト組長を藤田のいるリビングに案内した。親父、早く俺を助けてください。階段でぶつかっただけなんです。バカ野郎、お前は何をしてくれているんだ。縛られた藤田を見るなり、組長はその顔を殴りつけた。降格処分で済むようにしたのに、俺の親心を無下にしやがって。涙ながらに怒る組長に、すぐに藤田が言い返す。下っ端にするのが、親心ですか？そうだ。恩気である海流組と不仲になる可能性があるのに、降格処分で済ませたんだ。俺は沙織から話を聞いて、すぐにお前を消すつもりだったんだ。それを、斎藤が泣いて頼むから、お前を降格処分で許してやったんだよ。斎藤と呼ばれた大蛇組組長は、悔しそうに顔をくしゃりと歪めた。寛大な処分をさせてもらったのに、面目ないです。で、沙織、こいつは今度は何をしたんだ？四郎君を階段から突き落とそうとしたの。私がいなければ、階段から落ちていたわ。なんだって？お前の旦那を狙ったのか？沙織の言葉を聞いて、義父は青筋を立てて怒った。待ってください。誤解ですって。たまたま階段で出くわして、ぶつかっただけです。そんな言い訳できるわけないじゃないの。私も、それから部下たちも見ていたのよ。部屋にいた海流組のヤクザたちが、沙織の言葉にうなずいた。なんてことをしてくれたんだ。せっかく命だけは許してもらえたのに。暗い顔をしてうつむく大蛇組の組長に、藤田が慌てる。確かに、突き飛ばそうとしました。けど未遂です。大事にはしないでください。お前の処分を決めるのは、俺と沙織だ。くそ、さっさと消せばよかったな。義父はヤクザだが、俺のことを本当の息子のように可愛がってくれていた。四郎君、すまなかったな。俺の判断が悪かったようだ。いえ、そんな、謝らないでください。でもお父さん、これで四郎君に手を出したこいつを処分できるわね。それもそうだな。今度こそ、責任を取ってもらおうか。命で償ってもらいましょう。悪い顔で笑う沙織を見て、藤田は自分の状況を理解したようだった。これ以上は、斎藤もかばうことはできないだろうな。待ってください。俺の行いは誤りでした。どうか、許してください。涙を浮かべて頭を下げる藤田を、沙織は冷たい目で見た。
に態度を変えたわね。命が惜しいんです。俺はまだ33歳で、やりたいこともたくさんあります。どうか、今回だけは許してください。お願いします。それなら、シーローを殴った慰謝料をまず払ってもらうわ。いくらなら出せる？慰謝料ですか？100万円はいかがですか？すぐにお支払いできますから。100万と聞いた沙織は何も答えず表情も変えない。だらだらと藤田の額から大量の汗が流れる。すみません。800万円払います。焦った藤田が叫ぶように言うと、ごてんと沙織が首をかしげた。それはすぐに払えるの？はい。口座さえ教えてくださればすぐ手続きします。なるほどね。それじゃあ慰謝料として800万円をもらうわ。ありがとうございます。すぐに振り込みをします。泣きながら頭を下げた藤田は、縛られたまま器用にポケットからスマホを取り出した。そして沙織に口座番号を聞くと、震える手で振り込みをした。あれ、沙織、それって俺の口座じゃないか。沙織が藤田に伝えたのは俺の銀行口座だった。シローへの慰謝料だから、シローの口座じゃないと。これで振り込みができました。確認してください。振り込みを終えた藤田がスマホの画面を沙織に見せる。それじゃ、これで殴った件はチャラにしてあげる。ありがとうございます。それじゃあ、俺はこれで失礼します。もう二度と牧山さんにも旦那さんにも手を出しません。そう言うと、紐で縛られた両手を差し出してえらりと笑った。紐を切ってくれませんか？これでは家から出ていけないので。お断りするわ。紐は切らない。え、どうしてですか？困惑したような藤田ににやりと沙織が笑みを浮かべる。だってまだ話が終わってないんだもの。あなたを解放できないわ。え、でも慰謝料をお支払いしましたよね。これで許してくれるんでしょう？うん。シロを殴った件の慰謝料として800万円もらったわね。でも、シロの背中を押して階段から落とそうとしたことは解決していないわよ。そんな、全部を含めての慰謝料だったんじゃないんですか？そんなことは言ってないわ。早とちりね。俺を騙したのか？カッとなったように叫ぶ藤田の方をギフが殴った。うるせえ。急に叫ぶな。黙って沙織の話を最後まで聞けよ。言ってよ。ギフから殴られた藤田は痛みで顔を歪めて泣いた。あのね、階段から突き飛ばそうとしたことには別の罰があるの。泣いていた藤田が顔を上げて沙織を見る。別の罰って何ですか？それが終われば解放してもらえるんですよね？緊張した表情で藤田がごくりと唾を飲んだ。ここから少し車を走らせたところにちょうどいい崖があるの。後ろは綺麗な海よ。今からその崖に一緒に行きましょうか。そんなところに行ってどうするつもりですか？崖から海に突き落としてあげる。運が良ければ助かるかもしれないわ。ま、私は今まで一度も助かった人を見たことがないんだけどね。崖から海へと突き落とすなんて、そんなことされたら生きていられないじゃないか。ふん。最初から私はあなたを生かして解放するつもりはないよ。生かしておいたら逆恨みをしてシロを狙うかもしれないからね。そう言って沙織が笑うと、藤田は顔をこわばらせて俺を見た。なあ、なんだ、この人の旦那だろ。どうにか説得して俺を助けてくれ。このままだと崖から突き落とされて消されてしまうよ。
どうして俺が助けないといけないんだ。自業自得じゃないか。そんなひどいことを言わないでくれ。俺は心を入れ替えるから。真っ赤な目でヘラヘラと笑う藤田が、俺は心底気持ち悪かった。あんたさえ俺を許してくれれば、きっと牧山さんも俺に手を出さないはずだ。俺は本当に心を入れ替えたんだ。俺は一人っ子で、俺がいなくなれば母さんが困るから。懇願する藤田だが、俺のことを舐めていることがよくわかる。実家になんて、中卒で大蛇組に入ってから一度も帰ってないだろうが。ぼそっと大蛇組組長が言って、すぐに藤田の嘘がバレる。命の危機を感じて、母さんを大事にしないといけないって思ったんだよ。なあ、俺がかわいそうじゃないか。早く縄を解いてくれ。俺はため息をつくと、藤田の前にしゃがみ込んだ。沙織に目をつけて、部下に命令をして、俺をボコボコにさせたよな。あの時あんたは、沙織を無理やり、ホテルに連れて行くつもりだったんだろう。トイレで殴られ、手も足も出なかった時の絶望感を思い出し、俺は胸が苦しくなった。牧山さんが美人だったから、つい、でも、実際には何もしていないじゃないか。それは沙織が、たまたまお前よりも権力のあるヤクザだったからだ。普通の仇の女だったら、今頃俺たちは、お前に復讐もできずに、苦しんでいただろうな。俺の言葉に、藤田はムッとしたようだ。だから、何もしてないからいいじゃないか。どうせ、俺たち以外の仇を、何人も泣かせてきたんだろう。なんでそんな悪人を、俺がわざわざ助けてやらないといけないんだよ。吐き捨てるように言うと、青ざめていた藤田の顔が、怒りで赤くなった。てめえ、俺が下手に出ていればいい気になりやがって、許さねえぞ。俺が生きて帰ってきたら、真っ先に、お前のことをこの世から消してやるからな。藤田、やめねえか。みっともないぞ。ピシャリと言ったのは、大蛇組の組長だ。親父、どうにかして解放してくれ。大蛇組の下っ端からやり直すから。もう無理だ。俺が用意してやった逃げ道を使わなかったのは、藤田の決断だろう。下っ端からやり直せば、命だけは助けてやれたのに、残念だよ。俺を見捨てるのか。号泣する藤田から、組長は顔を背けた。斉藤は、組のものを大事にしているが、そのせいでお前は、調子に乗ってしまったんだな。そう言うと、義父は、藤田の前髪を掴んだ。痛いです。手を離してください。俺は斉藤と違って優しくないぞ。特に、俺の身内に手を出してお前みたいな奴にはな。これから地獄を見せてやるから、せいぜい後悔しろよ。ひい!親父、助けて!義父の言葉に震え上がった藤田が、悲鳴を漏らす。大蛇組組長は立ち上がって、俺たちに頭を下げた。藤田は、大蛇組から破門とします。もう、うちの組とは関係のない奴です。あとは、好きに処理をしてください。おう、ご苦労だったな。義父が軽く手を挙げて答えると、組長は家から出て行った。ああ、親父から見捨てられて、大蛇組も破門になって、俺はどうなるんだ。絶望したように泣く藤田に、沙織がにっこりと微笑んだ。これからどうなるって、さっきも言ったじゃない。自分の罪を償うために、今から一緒に崖に行って、海に落ちるのよ。いやだ。俺はまだまだ生きたいんだ。手足を縛られたまま、バタバタと暴れる藤田。ねえ、
溺れるってどれくらい苦しいか知ってる？手足を拘束されたまま夜の海に沈むのはどれくらい苦しくて怖いのかしら。安心してね。最大限苦しんでほしいから意識がある状態で海に投げてあげるわ。そんな最後は嫌だ。恐怖のあまり藤田が失禁すると沙織が顔をしかめた。バーで私を助けにトイレから戻ってきたシロを見て、あなたなんて言ったかしら。情けないって言っていたけど、あなたの方がよっぽど情けなくて汚い姿よ。本当にみっともないな。元ヤクザの幹部なら最後もどっしりと構えろや。ため息をついたギフが部下に指示を出す。もう話は終わった。これ以上話すことはない。こいつを車に乗せてくれ。やめてくれ。俺は悪くない。おい、助けてくれよ。部下に担がれた藤田が泣き叫んで俺を見る。いくら嫌な奴だとしても、大人が泣き叫ぶ姿は見ていて気持ちがいいものじゃない。俺は何も言わずにさっと下を向いた。沙織、先に行ってるぞ。シロ君、また今度飯でも行こう。そう声をかけると部下と共にギフが家から出ていく。沙織、今からどうするんだ？お父さんたちと一緒にちょっと処理をしに行ってくるから。そう言うと沙織が俺の胸に飛び込んできた。最後の瞬間までシロに手を出したことを後悔させてやる。それじゃあ私も行ってくるね。沙織は俺の方に唇を寄せるとニコッと笑って家を出て行った。カチカチと動く時計が時刻を告げる。もう夜の12時か。まだ帰ってこないな。そう言ってため息をつくとガチャリと扉が開く音がした。玄関に行くとそこには少し疲れた顔をした沙織がいた。シロ、起きてたの？寝れるわけないじゃないか。それよりも藤田はどうなったんだ？ちゃんと崖から突き落として海に沈めてきたよ。にっこりと笑って答えた沙織が恐ろしくて、俺は何も言えず黙ってしまう。なあ、ごめんね。この発言も変だよね。そう言って沙織は悲しそうに眉尻を下げた。ヤクザ一家に生まれたから、こういったことが日常茶飯事だったの。でも、シロの穏やかさに触れて、温かい家庭を築きたいって思ったんだ。沙織。悲しそうな沙織を見ていられず、俺はそっと肩を抱いた。恐ろしい発言と行動をしても、それでも愛する妻なのだ。あなたにふさわしい私になりたいから、今日で最後にするってお父さんに言ってきた。え？ヤクザの世界から足を洗うことにしたの。お父さんも認めてくれたわ。ヤクザを辞めたと話す沙織に、俺は驚いて目を見開いた。今さらヤクザを辞めても、もう、遅いかな。上目遣いでこちらを見る沙織の目は、悲しそうに濡れている。大丈夫だよ。遅くなんてない。二人で、幸せに生きていこう。俺は自分のために、ヤクザを辞めた沙織を、ぎゅっと抱きしめた。俺は弱いけど、沙織のこと、頑張って守るから。シロ、ありがとう。ずっと、一緒にいようね。微笑んだ沙織の目から、涙がポロリとこぼれた。俺はそんな沙織の涙を指で拭うと、穏やかに微笑んだ。ご覧いただき、ありがとうございました。あなたからのコメント、お待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。私の名前は里中めぐみ。私は薬剤一家に生まれ、組長の娘として育った。だが、組長だった父が早くに亡くなり、
なりたくもない組長の座についた。辞めたいとは思っても、任せられる人もいないまま、藤島組を背負うこととなってしまった。そんな私は、一般人の久しと結婚。だから何が何でも夫には、ヤクザ一家の女組長だということを、隠し通すのだと決めていたのだ。ところがある日、それがこっぱみじんとなった。それは、夫が親友の松山と、居酒屋に入ったことから始まった。今日は俺のおごりだ。給料が入ったばかりの夫は、意気揚々と松山にそう言った。お互い会社員だし、小遣いをやりくりしている者同士、安いところで楽しく飲もうと、居酒屋にやってきたわけだ。酒が体内をめぐり、いい感じに酔い出した頃、なぜか店主がメニューの交換をしていったという。だが酔っ払っている二人は、そんなことはまるで気にしなかった。あ、もうこんな時間か。そろそろお開きにするか。いい調子に飲んだ二人は、そろそろ帰ろうということになった。すいません、会計してください。酔っ払っている二人は、その後に何が起こるかなど、まるで気にせずそう言った。ところが、店主がニコニコと会計伝票を持ってきて驚いた。なんですかこれ。一挙に酔いがぶっ飛んだそうだ。何かの間違いじゃないですか。ゼロが多いと思うんですが。ああ、何言ってるんですか。これがうちの値段ですよ。値段って、だっていくらなんでも。どうしたんだ。足りないなら俺も出すぞ。松山、出すぞなんて軽く言える額じゃないんだよ。なんだよ、いくらだって言うんだよ。そう言って、伝票を手にした松山は、ゼロの数を数えた。一、十、百、千、万。なあ。嘘だろ。再び桁を数えていくが、何度数えても、それは80万だ。なんで80万なんかになるんだよ。おかしいよな。居酒屋でこの額はないよ。いくらなんでもこれはないよ。ないって言われてもね、これがうちの値段なんだから、払ってもらわないと困りますよ。困りますってこっちも困るよ。居酒屋じゃないか。居酒屋といえば庶民の味方だ。こんな金額を取るはずがない。それはあんたらの勝手な思い込みですよ。うちは最初から高い設定なんだから。いや、そんなことはない。最初から高いなら、メニューを見た時にやめたはずだ。ああ、その通りだ。こんな金額になるなら頼まなかった。頼まなかったと言われても、ちゃんと頼んでるだろう。注文したのはあんたたちなんだから。金額がおかしいんだよ。いくら俺たちが酔っ払ってるからって、これはない。そうだよ。単価が違うんじゃないのか。これは明らかに計算ミスだ。うるせえな。だったらメニューを見てみればいいだろう。そこに単価が書かれてるんだからよ。そう言われて手にしたメニューだったが、最初に見たものとは違い、高い単価が書かれていた。なんだよこれ。こんな金額じゃなかったはずだ。さっきメニューを差し替えてた。あの時に高い単価のメニューと入れ替えたんだろう。言いがかりはやめてくれるか。うちはそんなアコギな商売はしてねえんだ。自分らが払えないからって言いがかりだろうか。でもこれはさっきのメニューじゃないじゃないか。あんたらいい加減にしろよ。金払わねえなら警察に突き出すぞ。そうなりゃ10年は臭い飯を食うことになるぞ。さあ、どうすんだよ。警察に突き出されてえのか、それとも払うのか。警察と聞き、さすがに夫も松山もビビった。そんなことになれば、会社は確実にクビだ。夫は、私との生活も破綻すると考えたようだ。だが夫は強かった。でも、これは不当な請求ですよね。こんなものは払う必要がないじゃないですか。これが正当な金額ならば、
もちろん払いますけど。どこをどう見たら正当とか不当とかがわかるんだ。メニューにちゃんと金額が記載されてるのによ。これがうちの価格なんだって言ってんだろうが。店主は急に怒鳴り散らし、夫の胸ぐらをつかんだ。相手の顔が間近となり、迫力満点だ。だって、こんな金額おかしいですよ。さすがに声が震えたらしく、相手はこれならいけると踏んだようだ。おい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 、大概にしろよな。こちとら慈善事業じゃねえんだよ。金払ってもらって商売してんだからよ。払わねえって言うなら、覚悟してもらうしかねえぜ。そう言って、奥に向かって声をかけた。すると奥から出てきたのは、これまたいかつい男だ。こいつはよ、俺の仲間なのさ。どうも若いせいか、血の気が多くてな。あんたらみたいに、いい服着ながら金を払わねえ奴が大嫌いなのさ。やめろって言うのに、何人もあの世に送ってるんだ。おかげで無所には何度も入ってる。こんな奴にぶん投げられてえか。脅しには乗りませんよ。脅したと思うかよ。そう言った男は、夫をぶん殴った。やめてくれ。払うから殴らないでくれ。ダメだ松山。だいたいそんな金なんてないじゃないか。奥さんに頼もうよ。俺には家族がいないから頼むことができないけど、お前にはいるじゃないか。ひとまず奥さんに頼んで、明日半分返すから。冗談言うなよ。俺の妻にそんなことが頼めるかよ。こんな奴らの前に妻を出したら、今度は金だけじゃ済まないんだぞ。そうは言うけど、それに彼女は弱い人なんだ。こんなところに呼んだらダメだ。なんだよ、そんなに美人なのか。だったら金じゃなくてもいいんだぜ。なんなら奥さんの体で払ってもらってもよ。ほら、こういう奴らなんだよ。そこは金で、なんとか勘弁してもらおうよ。さっさと決めろや。金を払うなら、女までは取らねえや。だがな、いつまでもぐずぐずしてるなら、両方いただくことになるぜ。そう言うと、またしても殴られた。夫の鼻からは血が流れ、このままでは危険だ。だが、夫は頑として、ダメだと言い続けた。殴って気が済むならどうぞ。こんな不当な金なんて、俺は絶対に払わないからな。なかなか根性があるじゃねえか。だがよ、その根性がいつまで続くかな。ダメだ。ごめん、里中。俺は見ちゃいられない。松山はそう言うと、止めるのも聞かずに、私に電話をかけてきた。もしもし。ダメだ、松山。やめろ。あら、松山さんじゃないの。どうかしました。居酒屋に入ったんですが、ぼったくりだったんです。80万払えと言われていて、里中が殴られているんです。なんですって。ダメだ、めぐみ。お前は来るな。場所はどこなんですか？駅前の路地を入ったところにある、居酒屋ヤクザです。なんというネーミングの悪さだろう。お願いします。このままじゃ旦那さんが危険です。わかりました。すぐに行きますから、これ以上流れないようにしてください。私はそう言うと、電話を切った。こいつの奥さんは何て言ってたんだ？すぐ来るそうです。そうかい。こいつの家からどのくらいで来るんだ？車なら5分とかかからないと思います。そうかい。じゃあ、5分ごとに一発ずつ殴るとするか。どうして来るって言ってるのに。遅刻したらお仕置きってのがあるんだよ。だからこれはしょうがねえことなのさ。やめてくれ。本当にやめてくれ。ちゃんと払うんだからいいじゃないか。松山、こういうやつに何を言ってもダメなんだよ。だから妻を呼ぶなと言ったのに、まったくお前は、ごめん。
連絡をもらった私は、すぐに幹部を呼び駆けつけた。だが、幹部が来たり、車を出したりとしていれば、時間なんていうのは、あっという間に過ぎていく。おかげで店に着いた時には、5分をとっくに超過していた。残念だったな。5分が過ぎたが、奥さんは来ねえや。こいつをお仕置きをするしかねえや。殴りたけりゃ殴れよ。やめてくれ。俺の読みが甘かっただけなんだ。来るにしても準備があるんだから、5分じゃ無理だったんだ。きっとそうだよ。奥さんはもうすぐ来るから、殴らないでくれ。甘いんだよ。俺は最初に約束したんだからよ。そう言うと、仲間の男に夫を殴らせた。殴ると調子に乗ったのか、2発目も殴ろうとする。やめてくれ。それ以上殴るなら、金は払わないぞ。なんだと？そうだな。5分で一発って約束だからな。遅れてくりゃ、また殴れるんだからよ。だが、男は殴る楽しみを奪われたくはないらしい。店主の言葉を無視して殴り出してしまった。そのため、夫は殴られ、動くことができなくなっていく。なんてことだよ。そんな状況の時、私が到着という運びとなり、店内に足を踏み入れた。あなた、奥さん、助けてください。旦那の上からどきな。そう言ったと同時に、私は男を蹴飛ばしていた。何しやがる。こうして来たってのに、なんでいつまでも殴ってやがるのさ。ふざけたことしてんじゃねえよ。夫に正体を明かさないというルールを忘れ、私はそう怒鳴ったわけだ。すると、仲間の男が私に飛びかかろうとした。だがそれを許すはずはなく、幹部の一人が男に強烈な一発を放った。その途端、男は店の隅まで飛んでいき、伸びてしまった。なんだよ、図体はでかいのに、大したことがないね。ちらりと見れば、夫も松山も後ろに縛られていた。怒りが燃え上がり、私の眠っていた獅子が目覚めた。随分なことをしてくれるじゃないか。人の天使を縛り上げてぶん殴るなんざ、やっていいことじゃねえってのがわからないのかい。なんだてめえは。私はこの人の妻だよ。てめえらこそどこの組のもんだ。ふん、そんなことは言わねえや。なあ、奥さんよ。女だてらに偉そうじゃねえか。女でもこつたら、藤島組の虎と呼ばれた女だ。藤島組の虎だと？ってことは、藤島組の組長かよ。よくわかってるじゃないか。ということは、てめえらはヤクザの端くれってことか。いえ。俺らは組には入っていないもんでして。ほう、そいつらもかよ。はい。なんだよ、野良の集団かよ。まあそんなことはどうでもいいさ。私の旦那をこんな目に遭わせたんだ。ただじゃ済まないからね。知らなかったんです。組長さんの旦那と知っていれば、こんなことはしませんでした。知っていようといまいと、許さないものは許さないんだよ。お願いします。今日の飲み代はなしにしますんで。そんなもの、初めから払うつもりはなかったのさ。単に旦那と、旦那の友達を助けに来ただけだからね。ところがこんな状態だとは、思いもしなかったから、かなりびっくりしてるのさ。素人を縛り上げて、手も足も出ねえようにして、ぶん殴ってるんだからね。こいつが許せるはずはねえだろうが。なあ、それはそうなんですが。楽しんだようだしね。うん。てめえらは人をぶん殴って楽しむような輩なんだろ。そんなことは決して。決してなんだよ。ぶん殴ることが好きだから殴れるんだろ。だったらぶん殴られる楽しみも教えてやるよ。
やめてくれ。人は殴るが、殴られるのは嫌だってか？そんなのが通ると思ってるのかよ。すいませんでした。本当に申し訳ありません。どうか許してください。二度と旦那さんには近づきませんから。拝むように両手を合わせる男たちに、こんな奴を殴っても仕方がないと思った私は、部下に店内を破壊するように命じた。その間に、夫と松山を縛っている紐を外すと、夫の様子を伺った。その間も、天使はやめてくれと叫んでいた。めぐみやめろ。こんなことをしても意味がないよ。夫にそう言われ、幹部を止めると、私は天使の胸ぐらをつかんだ。旦那がやめろと言うから、この程度にしておいてやるよ。だが、藤島組組長の旦那をボコってくれたんだ。慰謝料をいただこうじゃねえか。慰謝料、おいくらでしょうか？ここの飲み代は、80万だってことだな。はい、その通りです。だったら、80万もいただこう。そのくらいの金はあるってことだろう。はい、今すぐお支払いいたします。そう言った天使は、バッグの中から80万を取り出すと、私の前に差し出したのだった。それを幹部に回すと、札を数え、80枚を確認すると、うなずいた。うん。確かにあるようだね。いいだろう。今日のところは、これで許してやる。長な、二度とぼったくりなんてすんじゃねえ。私の旦那の前にも、現れるんじゃねえぞ。わかったな。わかりました。あなた、帰りましょう。幹部に支えられ、なんとか立ち上がることのできた夫は、無言のまま自宅に戻ったのだった。だが、自宅に戻り、傷の手当てをしているとき、夫が言った。めぐみ、お前は一体何なんだ？本当にヤクザの組長なのか？私の手が止まった。今までのお前は何だったんだよ。ごめんなさい。確かに私は、藤島組の組長です。なんで黙ってたんだ？ヤクザの奥さんなんて嫌に決まってる。離婚されたくないから、ずっと黙っていたの。ごめんなさい。分かってしまった以上、離婚されても文句は言えません。いや、助けてくれてありがとう。夫はそう言うと、寝室に入っていった。その背中は、悲しげで、冷たく感じた。その翌日のことだ。夫は仕事が終わると、いつものように家へと向かっていた。心の中は晴れず、私のことを考えて、ぼーっとしていたという。そんな時、目の前に昨日のヤクザが現れたのだ。それも、居酒屋の店主と、こわもてヤクザが三人。四人に囲まれた夫は、さすがに恐怖を感じたそうだ。何でしょうか？藤島組長の、旦那だな。はい、そうですが、ちょいと面貸してくれるか。貸してくれとは言っても、有無を言わせぬ言いように、夫は、逃げられないと思ったという。ついていくと、そこは人が通らないような細い路地だった。一体何でしょうか？昨日よ、飲み食いした分を払ってほしいのさ。でもそれは払わなくてもいいってことでしたよね。そりゃあな。昨日は藤島の組長がいたからよ。ああいうしかねえわけだよ。おかげで逆に、80万を踏んだくだれちまった。あんたも人が悪いよな。藤島の、旦那なら、そう言えばよかったのにな。それは、
それでよ、昨日なら80万で済んだことだが、こっちも取られてるんだ。その倍の160万を払ってほしいんだ。160万、藤島の旦那ならどうってことなく払える額だろうが、俺はサラリーマンなんですよ。妻がヤクザの組長でも俺は関係ありませんから、それは無理ですよ。関係ねえことねえだろ。藤島の旦那なのは確かなんだからよ。それはそうですが、それだけ払えば終わりなんだからよ。払ってくれよ。すぐそこにコンビニがあるだろう。あれで下ろしてくれれば済むことじゃねえか。笑顔で肩を組まれ、払えと迫られる。ヤクザでもない夫は逃げられないと覚悟した。わかりました。払います。頭では私に連絡すれば助かるかもしれないと考えたそうだ。だが、そんなことをしたら、また私に迷惑がかかる。私を出すことはできない。そう考え、コンビニに行くことを選んだという。コンビニへ行き、160万を引き出し渡す。それで全て終わり、何事もなかったことになる。それが私にとっても一番いいことだと思った夫は、コンビニへと向かった。機械から吐き出される160万。それはサラリーマンの夫にとっては大変な金額だ。でも、こんなもののために妻が危険な目に遭うなら、こんなものは惜しくない。相手の男に金を渡すと、夫はその場を去ろうとした。ちょっと待てよ。確かに金は受け取ったがよ、これで終わりってわけでもねえのさ。そう言って、またしても肩に腕を回され、先ほどの路地へと連れて行かれた。昨日はよ、あんたのせいで俺らボコボコにされたんだよ。いやー、痛かったぜ。だからよ、昨日のお返しをしたいのさ。金を払えばいいんじゃなかったんですか。気が変わったのさ。そういうこともあるだろう。やっぱりやられたことは返さねえとよ。だから覚悟してもらうしかねえんだよ。それにな、あんたがボコボコになれば、あの藤島の組長がさぞかしショックを受けるだろうよ。楽しいだろうなーって思うのさ。なんて人だ。なんとでも言えよ。万が一あの世に行っちまったら何も言えなくなるんだからよ。そう言うと、4人で夫を袋にしていった。殴られるに任せるしかなかった。こうして意識が遠のくのを感じていた夫だったが、男たちは笑いながら去っていったそうだ。その頃私はいつもの時間に戻らない夫を心配していた。昨日のことがあるし、もしかして家を出て行ったとか、ヤクザの嫁なんて許せないとかかな。どうしよう、本当に帰ってこなかったら。そんなことを考え、料理をする手も止まりがちだった。こんなことじゃダメだな。そう思った時、スマホが鳴った。見てみると、病院とある。病院？わけもわからず出てみると、夫が入院したという知らせだった。驚き病院に駆けつけると、ベッドの上には包帯だらけの夫が横たわっていた。あなた、どうしたの？めぐみ、すまない。なんで謝ってるのよ。ね、何があったの？昨日のやつにやられた。なんで昨日のやつに？あれは終わった話のはずじゃない。夫に事情を聞くと、奴らに待ち伏せをされ、金を巻き上げられた上に、殴られたと分かった。昨日も殴られ、今日も殴られたのだから、そのダメージはかなりのもので、意識を失った夫を見つけてくれた人が、救急車を呼んでくれた、ということだった。なんて奴らだ。許せない。ごめんな。160万取られちゃったよ。二人で貯めた大事なお金だったのに。大丈夫よ。あなたは気にしないで。
お金なんかどうでもいい。あなたが生きててくれればそれでいいの。でも、俺が不甲斐ないばっかりに、あんなチンピラ相手だもの、一般人が勝てるはずないのよ。お金なら、それ以上に取り返してやるから、心配しないで。やめろ、めぐみ。これ以上やれば、また仕返しがある。俺は、お前に危険なことをしてほしくないんだ。大丈夫。私はヤクザの組長なの。あなたが心配するようなことは何もないわ。でも俺は嫌だ。ごめんなさい。組長としてやらないとならないことがあるの。この私を怒らせたらどうなるのか、よく教えてやらなくちゃね。そうしたら、二度と手出しはできなくなる。昨日のは手ぬるかっただけだから。ダメだ。何をするのかわからないが、もうやめてくれ。悲痛な夫の叫びだった。だが、私は許すことはできない。夫の願いを断り、夫を失ったとしてもだ。ごめん。私は藤島組の組長なの。こんなことを許せば、藤島の名に傷がつくのよ。そう言うと、病院を飛び出し、幹部に召集をかけた。幹部が集まると、私は居酒屋へと入っていった。店内には、ぼったくりとも知らずに飲んでいる客がいた。いらっしゃ、藤島。よう、お礼がしたくてね。こうして押しかけたのさ。へえ、こんな店でも客がいるんだね。商売の邪魔はやめてくださいよ。お客さんがいるんですから。作り笑顔を浮かべる店主を、私は無表情で睨みつけた。お客さん、この店がぼったくりだと知ってるのかい？まださほど飲んでいないのか、そんなバカなという客に、私は帰るように言った。悪いことは言わねえよ。あんた帰りな。今帰らねえとぼったくりに会う。私の旦那がやられたように、病院送りだ。飲みたいなら、他で飲みな。すると、私の迫力に驚き、数千円をテーブルに置き、店を出て行った。さーて、これで邪魔者はいなくなったね。やめてくださいよ。これは営業妨害ですよ。営業妨害かよ。人の旦那を病院送りにしておいてよ。営業妨害もクソもねえだろ。あの人が一生懸命稼いだ金を巻き上げてよ。どんな気分だよ。なあ、素人をぶん殴って、どんなにスカッとしたんだよ。いや、俺はぶん殴ってなんかいねえや。ああ、じゃあ、うちの旦那を殴ったのは、あんたの亡霊なのか。あんたは亡霊になって、旦那をぶん殴ったってのかよ。こいつは笑わせてくれるね。やってることが鬼畜なら、そんなものまで操れるとはな。さてはてめえは、人間じゃねえんだろ。人間じゃねえなら、何をしても構わねえよな。違う。俺は本当に何もしてねえって。何もしてねえのに、なんで私の旦那が入院してんだよ。昨日も殴られて、かなりのダメージがあったんだ。それなのに今日も殴られた。二日も連続でボコボコになりゃ、打たれどころが悪くて、入院することもあるってもんだ。てめえは、それが分かっててやったんだろう。だから万が一あの世に行ったら、なんて言葉が出たんだよな。本当に俺はやってねえ。俺の仲間がやったことだ。俺は、金さえもらえれば、それでよかったんだから。ああ、金かよ。昨日は80万だったな。あれは話がついたはずだ。それなのに、今日になったらその倍だと。ふざけるのも大概にしろ。そう言った私は、テーブルの上の調味料を手にし、床の上に垂らし出した。なんだよ。床が汚れたら仕事にならねえか。そんなに清潔感あふれる店でもねえだろうが。なあ。そう言うと、
次の調味料を手にし、壁に投げつけた。壁にはべったりと醤油の跡がつき、醤油の香りが立ち上った。もう一度聞くがよ。てめえが私の旦那を病院送りにしたんだよな。本当に俺じゃないんだ。俺は知らないんだ。知らないのか。そうかよ。本当に知らないのか。そこまでしらを切るなら、こっちにも考えがあるよ。いいのかね。こっちの考えを形にしちゃっても。待ってくれ。奥に仲間がいる。その仲間に聞いてくれりゃ、わかることだ。ああ、ケツ持ちが待機してるってことか。いいじゃねえか。そいつらを呼びなよ。店主が奥に声をかけると、中から木刀を持った男たちが出てきた。その数三人だ。こいつらが私の旦那をぶん殴った。そういうことか。そうだ。俺は金だけだ。そうかい。あんたら、そういうことらしいが、本当なのか。男たちは顔を見合わせ、困った顔を見せた。天使はさらに言い募る。俺が金を取って、殴るのはこいつらの仕事なんだ。金は返すから、それで俺はいいだろう。金さえ返せば終わりだろう。そう言って逃げようとした天使に向かって、調味料を投げつけた。それは見事に、天使の後頭部にヒットした。一体、何一人だけ逃げようとしてんだよ。そんなことが許されるわけねえだろうが。たかだか160万を返されたところで、私の気が収まるわけねえんだからな。くそ、おい、こいつらをボコボコにしろよ。何をぼーっと突っ立ってんだよ。言われた男たちは、バルに帰ると、幹部めがけて走り込んできた。だが、そんなものに負ける幹部ではない。その間、私は手にメリケンサックをつけると、ニヤニヤと笑いながら、店主に近づいた。結局てめえの指示だったってことだろうがよ。そんなことは最初から分かってたんだよ。かわいそうにな。いざとなったら切り捨てられるとも知らずに、奴らは金のために、こんなことの手伝いをさせられてるわけだ。そんなてめえに、情けなんだかける必要はねえよな。そう言うと、店主に拳を打ち込んだ。メリケンサックをつけた拳は、強力なパワーを得て、店主を打ちのめしていった。これだけやったら、てめえの内臓はかなりのダメージのはずだよな。さぞかし痛えだろうよ。やめてくれ。床の上に転がる男たちを、私が踏みつけると、男は命乞いを始めた。助けてください。お願いします。もう二度としませんから。そんな言葉が信じられるかよ。昨日も同じことを言ったんだからな。おい、この店を壊せ。二度と店ができねえようにしろ。すると幹部たちは大暴れだ。椅子は投げられ、壁にかかっている額縁はテーブルに叩きつけられ、棚に並べられた酒はすべて床の上でアルコールの匂いを漂わせた。やめてくれ。頼むやめてくれ。店ができなくなる。こんな店はやらなくてもいいんだよ。やっと開店した店なんだ。俺の大事な店を壊さないでくれ。うるせえな。そんなに大事なのかよ。大事です。本当に大事なんです。だからお願いします。店を壊さないでください。そうかい。なったら、こうしようじゃないか。店はこの辺にしてやるからよ。迷惑料と慰謝料を払ってもらう。迷惑料と慰謝料。私の島でぼったくりをした迷惑料。私の旦那を病院送りにした慰謝料。締めて1億。一人1億だからな。全員で4億だ。そんなバカな。そんな金あるはずねえよ。そんなことは知らねえや。それとも、てめえの命で払うか。こっちはそれでも構わねえぞ。命で。なあ、命だよ。
膵臓、肝臓、胃袋、心臓、臓器だけじゃねえや。その体余すところなく売ってやるからよ。そうすれ30億にはなるぜ。よかったな。1億ずつ払っても29億は残るじゃねえか。この先遊んで暮らせな。ああ、そうか。心臓も売っちまうから生きちゃやれねえよ。払う。何としてでも払うから。頼む。命までは取らないでくれ。そうかい？だったら払ってもらおうじゃねえか。分割で少しずつ。甘いこと言ってんじゃねえや。今すぐに決まってんだろうが。そんな。そんなのはどう考えても無理な話だと、店主も男たちも泣いて頼んできた。もちろん一人一億なんて、一括で払えるはずはない。だったらいい商売を紹介してやるよ。闇の商売だが、いい金になるのさ。ただしヘマすりゃ、てめえは無所の中だ。どうだやるか。そんな商売をしたら、店を続けることができない。一億稼いだらやればいいだろう。何十年かかるかわからねえけどな。そんなバカな。バカなじゃねえんだよ。てめえがやったのはそういうことなんだ。昨日の段階で後悔してりゃよかったのにな。まったくバカな野郎だ。その方法しかないでしょうか。なあ、他にもあるさ。今すぐ金貸しを呼んであるから、金を借りて金貸しが用意したしのぎで稼ぎ、払っても払っても金利に追われるって方法がな。それでも構わねえぞ。わかりました。藤島さんにお任せします。よし、話はついたな。ただし逃げんじゃねえぞ。逃げても逃げても、地の果てでも追いかけてやるからよ。その時は、てめえの臓器が一つずつ消えていくと思え。ええ。おい、こいつらに仕事をあてがえ。そう言うと、幹部たちが男たちを連れて出て行った。私は全てを終わらせると、病院へと足を向ける。夫は私を見て安心したような顔をしたのだった。あなた、これ。差し出したのは離婚届だ。なんで？ヤクザの奥さんなんて嫌でしょ。だから、覚悟はできてるから。夫は離婚届を手にすると、破いてしまった。俺はね、めぐみに怪我をしてほしくないだけなんだよ。今までの生活を捨てる気はないから。そう言って、私の手を取ってくれた。その温かい手に幸せを感じたのだった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。私の名前は後藤彩。どこにでもいる専業主婦。でも私には一つだけ誰にも言えない秘密がある。言えないというよりも言えば周りが離れていく。そんなこともあってそのことは隠して生きてきた。ある日仲良くなったママ友と意気投合し飲みに行くことになった。たまたま入った居酒屋がとんでもないぼったくりの店だとはこの時はまだ知る由もなかった。楽しい時間を過ごしていた時、こわもて店員が私たちの部屋に入ってくる。本日特別な枝豆が入ってるんですがいかがですか？なーん、でももう満足してるよね。でしたらお酒がまだ残っているようなので少しサービスいたしますよ。それならお言葉に甘えていただきます。食べてみたところ、正直何が特別なのか全くわからなかった。そろそろここ出ましょうか。お会計をお願いすると、さっきのこわもて店員が態度を変えてやってきた。枝豆一粒5万、合計300万払え。そう言って笑うこわもて店員。あまりの突然のことに私もママ友も驚いて固まってしまった。
何ですって300万円何かの間違いじゃないですか。このメニューの価格だとどう頑張ってもそんな金額いかないでしょう。間違いはない。ここはな、金持ちが来る居酒屋なんだよ。知らずに入ったお前らが悪いんだ。お前らみたいな庶民が来るところじゃない。それにうちはサービス料もかかるからな。だから妥当だ。じゃあ全部これは嘘の表記ってことね。そんなこと許されると思ってるの？詐欺みたいなものじゃない。ハントでも言え、みんな払って帰るぜ。こんなにうるさいのはお前らだけだ。みんな脅されてるからでしょ。逆らえば何しでかすか。こんなただの居酒屋で300万円って、しかもこんな普通の枝豆が？これ全然特別じゃないでしょう。冷凍の枝豆が一粒5万？ありえなくて笑えてくるわ。それにサービスって言ったんじゃないの？どんな内訳ですか？レシート見せてくださいよ。サービスなんて言った覚えはない。今となってはそんなことを言った証拠もねえからな。レシートなんかそんなもんあるわけねえだろ。なんて店なの？せっかく楽しんでいたのに台無しじゃない。そんな会計できるわけないわ。そもそもそこまでの大金持ってないし。あんなだったら体でも使って払え。仕事紹介してやろうか。がっぽり稼いでこいよ。ま、お前らそんな若くねえし、稼げるかは別だけどな。くっそ。私のことは今まで隠してきた。でも、そうも言ってられないのかもしれないわね。ちょっと、警察を呼ぶわよ。はん、殺？この状況で呼べるってのか。呼べるものなら呼んでみろよ。その場合どうなってもいいんだろうな。何をするっていうわけ？何？あなたまさか、ヤクザか何かだとか言いたいの？わめくんじゃねえよ。他の客に迷惑だろ？そうだ。よくわかったな。これで逆らってはいけない理由がわかったろ。どうする？俺の言うこと聞いて出稼ぎに行くか？そこにさらにヤクザらしき軍団がゾロゾロとやってきた。なんなのあんたたち、こんなんで脅そうってわけ？お食事代はきちんと払いますから、それで返してください。お願いします。どうせ他の客もいないじゃない。まだそんなこと言ってんのか。300万円払わない限りここからは出られないんだよ。ほら、ブランド物のバッグ持ってんだから金目のもんがあるだろ。見せてみろよ。私たちのバッグは奪われ、逆さまにして中身を撒き散らされた。何するのよ。金なんてないって言ってるでしょ。マジでなんもねえな。たく、使えない客だぜ。もうすぐうちの組長が来るぜ。そしたらお前らを連れて行ってどうにかするだろうよ。どの道時間の問題だよ。諦めろ。誰かいませんか？警察を呼んでください。はっ、何言ってんだ。俺ら以外誰もいない。外にも聞こえない。だから誰も助けに来ないってんだよ。私たちは強行突破しかないと思い、立ち上がり帰ろうと試みる。こんな状態で逃げれるとでも思ったか。それは甘い考えだ。さっきも言っただろ。おとなしくしていれば痛い目に遭わずに済むかもしれねえ。さあどうするんだ。300万さっさと払えよ。そんな大金持ち合わせていないって言ったでしょ。じゃああんたらの旦那か親にお願いするか。金を持ってこさせろ。もちろん奴らが来る時には黙って金だけ持ってくるように言え。警察なんか呼ぼうもんならどうなるかわかるよな。そんなことできるわけないでしょ。家族を巻き込むつもりはない。これは明らかに詐欺よ。警察に通報するのが普通の対応でしょ。はっ、いつまでもしつこい奴らだ。お前ら本当に何にも分かってないんだな。そう言ってこわもて店員は私の腕をつかみ自分に引き寄せた。何すんの、話して。こんなことしてどうなるか分かってんの。
はん？お前ごときに何ができんだよ。まさかお前のことを助けてくれるスーパーヒーローがいるとでも言いたいのか。俺らにかなうものなんていねえんだよ。その子話して、私が代わりに捕まるわ。だから話してよ。友達を守る友情劇か。どっちみちお前も捕まるんだよ。おい、いつまで喋ってんだよ。組長がお待ちだろ。さっさと300万円払わすなり、体で払わすなりなんかしろや。奥からまた別のヤクザが出てきた。ねえ、すいません。こいつらがどうにもこうにも言うことを聞かないもんで。そんなもん、力ずくでも従わせたらいいだろう。さっさとしろ。お前らのせいで俺が怒られただけじゃねえかよ。もういい、金はねえんだし、体で払ってもらうまでだ。おい、連れて行け。その場にいたヤクザはママ友の腕を掴もうと近づいた。私のあの秘密を解禁するしかないのかしら。そんなことすればきっとまた嫌われちゃうかもしれない。でもそんなこと言ってる場合じゃないわよね。覚悟決めるしかない。やめて、もうこんなこと終わりよ。最後に聞くけど、あなたたちどうなっても後悔しない？もしかしたら明日からの人生180度、いや360度違ってくるかもしれないけど。何言ってんだお前。だからできるものならやってみろって言ってんだよ。まったく聞き分けの悪いやつだ。時間の無駄だわ。なんで私がこんなことを言うかというと、実は私の秘密は父親がこの辺りで一番ともいえるヤクザのトップ、加藤会という会の会長をしているのだ。私はもう父に助けを求めるしかないと思った。あやさん、何か考えがあるのかしら。私も覚悟するしかないわよね。それであやさんが助かるなら、私の素性なんて知られても大したことないわ。はい、お前まで何黙ってんだ。さすがに諦めたか。泣いても何も変わらないぞ。そんなんで逃がしてやるほど優しくはないんだからな。私からも最後に聞くわ。悪いことは言わないわ。本当に今のうちに私たちを解放した方が身のためだと思うの。今なら全て水に流すわ。私たちもこの店を出たら全て忘れる。だから命が惜しかったら今のうちにその手を離してくれない？は、面白いやつらだな。じゃあ助けてくれ。俺たちの命奪わないでくれ。そう、じゃあいいのね。なんて言うと思ったのか。ありえねえだろ。ただの主婦に何ができる。何をしようってんだ。後悔なんかするわけねえだろ。もういい加減諦めろ。さあ行くぞ。おい、いつまでやってんだ。無駄な時間を過ごさせるな。いつまでも金払わねえなら連行するまでだ。来い。俺はヘビス組の組長だ。もう口答えはできないだろ。その組長の顔をしたママ友は、立場逆転だとこんな仕打ちをした奴らを地獄に落としてやると決意する。よかった、神様っているみたい。私たちの味方をしてくれてるようだわ。あんたら終わりだね。はあ、何言ってんだ。頭でも打ったか。ママ友は組長の前まで行って不気味な笑いを見せた。破門な、子分のしつけもできないやつは。その場にいた者たちはあまりに急なことで驚いた顔をしていた。何を言ってるんだ。お前に何が。お前ごときできることはないだろう。急に思いついた作戦なのか。組長は高影会という会に弱みを握られている。絶対に逆らえないと思ってはいるが、その高影会の会長というのは表にはほとんど出ないので、その会の中ですら
正体を知る者はごく一部と言われている。しかしその会長こそが今目の前にいるママ友だとは誰も思いもしない。あんた、こないだ高影会にバカな真似はもうするなと言われたんじゃなかった？なのに、いいのかしら、こんなことして。次はないって言われていたように思ったのだけど、もうどうなってもいいってことよね。なぜあんたがそんなことを。貴様、何者だ？俺は何の話かわからない。何焦ってんの？しらばっくれるってわけね。いいのね。あなたのしたこと、組のみんなのいる前で話しちゃって。私はもしかしてママ友もこっち側の人間なのかもと、一人違う目線でその状況を黙って見ていた。それはやめてくれ。ここでは勘弁してくれ。いよいよ本当にヤバい人間かもしれないとママ友を警戒しだす組長。おい待て、組長がしたことってなんだよ、教えろよ。標的は私たちから一旦組長に変わった。なんでもねえ、黙れ。さっさとこいつら何とかしろ。お前がちんたらやってるからこんなことになったんだろう。もっと早く始末してればこんなことにはならなかったんだ。仕事できねえやつだな。ねえ、なんだって？今そんな話してないでしょ。前から仕事できないとは思っていたが、ここまでとはな。ふざけるな。こんな仕事押し付けたのはあんただろ。組の金が必要だって言って、まさかそれが関係しているのか。あんた組長とは思えないわね。よくそれで勤まっていたわ。あら、勘がいいわね。そうよ、こいつはずっと組の金に手を出していたの。それが本家の高影会にバレて、次はないと言われていたの。この騒ぎがバレたらどうなるんだろうね。あんた消されるのかもね。あ、まさか組長があんなことは。人にはあんなに厳しく組の金はどうのこうのって言ってたくせによ、自分がだらしねえのかよ。グダグダ騒ぐんじゃねえ。俺は組長なんだ。組の金使って何が悪いんだよ。お前みたいな下っ端がいて苦労してんだ。自分のことを棚にあげて何言ってんだ。しかしそもそもあんた何者なんだ。なんでそんな内情知ってんだよ。まさかお前。ママ友はなるべく正体を明かさないようにやってきた。今回もそれを貫きたかったが、そうも言っていられないと話し始める。私は高影会の会長。さすがにあんたらも高影会はわかるわよね。こんなことしてどうなるかわかってる？ただじゃ済まないわよ。地獄へ落としてやる。え？あなたが高影会の会長？噂では男だと聞いてたのに、そもそもミカさんがヤクザだってことなの？びっくりさせてごめんなさいね。私は本当の意味で友達になれそうな気がして、一人嬉しくなって笑っていた。あ、でも、そうなれば私が加藤会の会長の娘だなんて、そんなことしたら距離置かれちゃうのかしら。あんたが会長？まさかそんな偶然ってあるのか。こんなことってあるのかよ。でもそうだ、会長は男だって噂だ。お前何かしらでヘビス組や高影会のこと知って嘘パチ言ってんじゃねえのか。それで騙そうとしてんだろう。じゃああんたたちの組の内情をもっと話してやりましょうか。いつも問題起こしてたわよね。全部ちゃんと知ってるわよ。これでもちゃんと会長してるから、参加組織のことは把握してるつもりよ。そう言って淡々とヘビス会について話をしだしたママ友。もういいやめてくれ。それ以上はいい。焦りを見せながら頭を下げる組長。
今回のことはなかったことにしてほしい。お前らも頭を下げろ。そもそもお前らのせいだろ。ちゃんと相手を見極めないからだ。なんで俺までこんなことに。は？そもそもの発端は組長でしょ。あんたが高影会に目をつけられるようなことしてっからバレてこんなことになったんだ。あんた一人の責任だ。俺らこそ被害者だ。てめえ、誰に向かって口聞いてんだ。俺は組長だぞ。お前みたいな下っ端なんてすぐ切り捨てることもできるんだ。あんま調子に乗ったこと言ってんじゃねえ、うっすら。醜い争いしてんじゃねえ、黙れ。恵比寿組はうちから除籍。お前ら一人残らず全員終わりだ。そもそも恵比寿組は解散させてやる。それだけは勘弁していただけませんか。ちゃんと改めます。償いはちゃんとしますから。俺にはこれしかないんです。頼みますよ。そうだ、申し訳ないと思っています。今回だけは見逃してください。もうこんなことしない。だからあんたたちのおかげで今まで素性を隠してきたことが水の泡になったわ。簡単なことじゃないの。だから私の存在を知った者は消す。そうしたらまた謎のまま。だから私のために消えてもらうわね。怯えながらもその場から逃げ出そうとする数人の組員。ちょっと何逃げようとしてるの。バレてるから舐めないでよね。今の話聞いてなかったの。逃げるならこうしてやるぞ。近くにいたヤクザをつかみ顔面にライターを向けるママ友。一人でも逃げたらこいつ燃やすよ。いいの。こんな日でも火は火よ。どんどん火を近づけていくママ友。やめてくれ、助けてくれ、 目が燃えちまう。火を向けられたヤクザは恐怖から泣き叫ぶ。その場から誰も動けなくなってしまったヤクザたち。そこでコワモテ店員が思い切った行動に出る。おい、じゃあこいつがどうなってもいいんだな。このナイフで切り刻んでやるぞ。さすがにそれは困るだろ。ママ友は一瞬焦った表情を見せたが、さすがは会長。すぐに気持ちを切り替えた様子で表情が変わった。やめて。とでも言うと思った。好きにしな。できるものならね。私には関係ない。冷酷な女なの私。なんだと。それでも友達なのかよ。俺は本当にやるぞ。何動揺してるの。私も構わないわよ。怖くなんてない。できるものなら好きにやってちょうだい。手が震え出したけど大丈夫。ビビってんじゃないの、ヤクザのくせに。しっかりこうやって向けなさいよ。さあ。ママ友と私の動揺しない態度に逆にコワモテ店員が焦り、手が震え、額には汗が流れる。ねえちょっと、汗がこっちに流れてきたわ。汚いじゃない。しつこいようだけど、やめるなら今のうちよ。いいんですね本当に。ねえ何言ってんだ。この状況分かってんのか。お前一歩間違えればどうなるか。こっちが優位に立ってんだよ。なのになんでそんなに冷静なんだ。バカにしてんのか俺のこと。その時ドアが開く音が聞こえた。ダメだよこんな時間に。閉店の札つけてんだろ。あ、さっさと追い払ってこい。たく迷惑なやつだ。コワモテ店員が少し油断した瞬間に私は素早く逃げ、机に叩きつけてやった。いって。お前も何か隠してんのか。邪魔するぞ。おいお前ら、ここで何してんだ。そこに現れたのは加藤会の会長、私の父親だった。
そこにいたヤクザたちにとってはあまりに上の組織で、下っ端たちは誰もその存在を分かっていない様子だった。なんでここに会長がいらっしゃるのですか？ああ、ミカ君もいたのか。災難だったな。実はな、アヤは俺の大事な娘なんだよ。え？そうだったんですか？あなたはそんなこと言わなかったじゃない。黙っててごめんなさい。怖がられるんじゃないかってずっと隠してきたの。あなた、まさかあの下等会の娘って。そうだが、ハンダお前か、ヘビス組の組長ってのは。なんでこんなところに親父がいるんだよ。関係ない親父を引っ込んでろ。お前の来る場所じゃねえんだ。さっさと出てってくれ。今見ての通り立て込んでんだ。あった、乱暴な奴がいたもんだ。俺の娘に手を出すなんて覚悟はできてんだろうな。その瞬間、会長が連れてきた部下たちがこわもて店員を取り押さえた。お前この方を知らねえのかよ。そんなことも知らないとはな。何ですか、ただのこの女の親父ってだけでしょ。それでお前らは誰なんだよ。この手を離せ。何掴んでんだ。いってん、力強めてくんじゃねえよ。何者だ。何言ってんだ。この方は下等会の会長さんだ。この辺りでは一番と言っても過言ではない組織だぞ。とんでもない二人に手を出すなんてよ。お前何やってくれてんだよ。本当に終わるぞ俺ら。下等会を相手にして何事もなく帰ってきた者はいない。その後行方が分からなくなったやつもいると聞いている。それくらい恐れられている組織なんだよ。恵比寿組もどうなるか分かんねえぞ。そんなこと一言もせこいんじゃねえのか。そんな立場ならなぜもっと早く言わねえんだよ。もう会計はいらない。なかったことにするから。それで勘弁してくれ。今回だけはお願いします。勘弁してくれ。口の聞き方には注意しろ。お前一人くらい消すことくらい、ゴミを捨てるのと同じくらい簡単にできるんだ。さてどうしようかな。どんな処分をしてやろうか。お前ら全員この世から消してやることも簡単だけどな。どうする？終わらせてやろうか。その方が煩わしくなくていいだろう。そんな消すだなんて、あれはただここを任されたからやっていただけで、どうにかしようなんてそんな気はなかったんだ。助けてください。俺だってこんなことやりたくなかった。嘘ばっかり。そんな風には見えなかったけどね。じゃないとこんなこと続けられないでしょう。今までどれだけの人間から金を奪い取ったの。楽しんでたに決まってるわ。お前笑わせるんじゃねえぞ。そんな演技じゃこの俺を騙せないぞ。こんなことやってるのはここだけじゃないんだろう。ここに来るまでにいろいろと調べさせてもらったよ。すべて知っている。一般人から金を巻き上げてるのはいろんなところでやってるらしいな。あっちこっちでちょっかい出して、その度に高額な金請求してるみたいじゃねえか。バレないとでも思ったか。下等会を舐めないでもらいたいな。どんな情報でもすぐ回ってくんだよ。だから私たちが知れないことはない。思い知ったか、組織の大きさを。よく覚えておけ。なんでそれを口止めしていたはずなのに。くそ、あいつら許さねえ。仕返しのつもりかよ。稲ビビって初めは口を割ろうとしなかったそうだ。相当な脅しを受けたようだな。代わりにあいつを地獄に落としてやるから詳しく教えてくれと言ったらすぐに教えてくれたさ。みんなお前には地獄に落ちてほしいってことだな。うわ、締め上げに行ってやる。この俺を貶めようだなんていい度胸してやがる。また痛い目に合わせてやらねえと。何言ってんだ。お前にもう自由はないぞ。だからそんなことはできない。残念だな。お前の方こそ痛い目に合わせてやらねえと、ことの重大さがわからねえようだな。しっかり可愛がってやるから覚悟しておけよ。それはどういう、俺たちをどうするつもりなんですか。まさか
俺らを消したりしないですよね。さすがにそこまではしませんよね。ああ、それもいい案かもしれないな。お前の存在を完全に消して、もともといなかったことにしてやろうか。とりあえず、さっさと処罰をどうするか考えようか。まずは娘たちの時間を無駄にしたんだ。お前、300万円請求したそうだな。じゃあそれぞれに300万円支払ってもらおうか。理不尽な金を払うことがどれだけ屈辱的か思い知れ。それにもちろんヘビス組は解散させてやる。もう二度とこの世界に足を踏み入れることはできない。お前らみたいなもんはこの世界にいる資格もなければ価値もないだろう。高影会の傘下にこんな組がいるのは会の名を汚すことになるからな。いいかな、それで。ミカさん。はい、もちろんです。私も波紋と考えていましたので。会長、ありがとうございます。消されないのであればそれでいい。組なんてどうでもいい。あら、これで終わりだなんていつ言ったんだ。こんなくらいじゃお前ら痛くも痒くもないだろう。これはあくまで組の処分の話だ。お前らに対しての処分がまだまだじゃないか。おい、ちょっとそいつビビらせてやれ。その合図で会長の部下らはこわもて店員と他のヤクザを捕まえ、会長は自ら組長を捕まえナイフを突きつけた。何するんですか。これを話してください。お願いします。命は助けてください。なんだ、ナイフじゃ不満か。それともお茶化で一発といくか。俺としてはじわじわと苦しみながら言ってほしいんでね。そんな一瞬で楽にさせるようなことはしたくねえ。どっちがいい、選ばせてやろうか。先が当たっています。痛い。どっちも嫌です。苦しみながらなんてそんな。俺もどっちも嫌だ。死にたくない。お願いです、助けてください。組長の首からは少し赤いものが垂れ始めた。さっきまでとは大違いじゃない。私たちに体で払えと言ったのならあんたらも命捧げてお詫びしたらいいんじゃない。そうね。それくらいでなかったことにできるほど私たち優しくないもの。これから一生苦しんでもらわないと。どうせあんたらのことだからまた同じこと繰り返すに決まってる。だから悪いと思ってる。もう二度とあんたらには近づかない。だから命だけは。じゃあ選べ。命が惜しければお前らの全ては加藤会の監視下にあると思え。金も地位も人権も住処も何もかも奪う。もう表の世界には出てこれない。自由なんてもってのほかだ。一生奴隷のように働き、無所のようなところで一生を過ごす。逃げようとしても一瞬にして捕まえられる。仮に逃げられたとしても一生追われる身だ。どこにいても見つけ出して連れ戻してやるからな。どうだ、お前らにそれができるかな。不気味な笑みを浮かべる会長。生きながらに苦しむってことか。まさに生き地獄。今までのような生活はできない。しかし金も何もかも奪われるなら金は返せない。300万もの大金、とてもじゃないが返せない。そうだ、金なんて用意できない。そんな金今もない。俺には貯金なんてない。ないならどんな手を使っても用意すれば済む話じゃないのか。金がないなんて言い訳が通用すると思うのか。絵画は肩代わりしてやってもいい。その場合はきっつい労働がお前らを待っている。そんな借金してまで用意するってのか。これからの生活どうなるってんのよ。だから本当にいいのですかと聞いたの。生活がコロッと変わるかもしれないって忠告したはずよ。あそこで返してくれてれば本当に私たち忘れてあげたのに。そこまでしてたった300万円の金が欲しかったのね。そのせいで自分の人生が終わるなんて愚かすぎるわ。なんとでも言え。
俺は何としても生きてやり直してやるんだ。こんなことで俺の人生終わってたまるか。絶対にお前らにも後悔させてやるからな。見てろ。こいつうるせえな。おい、黙らせろ。こわもて店員を抑えていた部下は彼に一発食らわせ気を失わせた。あ、よし、こいつら事務所にでも連れて行け。後の処理はこっちに任せてもらっていいかな。はい、ありがとうございます。助けていただいて。このご恩は絶対に忘れません。娘さんを自分一人で守ることができずに申し訳ございません。会長としてまだまだでした。君が謝ることじゃない。悪いのは全てこいつらだ。しっかり罰を加えておく。じゃあ今日のところはこれで失礼するよ。そう言って会長と部下たちはこわもて店員らを連れて店から出て行った。店内はさっきまでとは違ってとても静かになった。はあ、終わったわね。まさかこんなことになるなんて思っても見なかったけど。それに美香さんが高影会の会長だなんて想像もしていなかった。よく今まで素性がバレずに来れたね。会長が女かもしれないなんて噂一つも聞いたことがなかったわ。でも父はあなたが会長だってことを知ってたのね。さすが、何でも知ってるんだと我が父ながらビビっちゃったわ。終わったね。本当にびっくりさせてごめんなさい。娘のこともあるし、なんとかバレないようにってがむしゃらだったわ。そうよ、どうやってお父さんに連絡したの？だってスマホなんて操作する暇なかったでしょう。ああ、それとね、会長はいつの日だったかうちの会でも一部しか知らない裏の事務所にいきなり来たの。今まで誰にもバレなかったのに。名前を聞いた時は消されると思ったけど、それからはずっと気にかけてくれて本当に感謝してるのよ。娘の私にも正体は話さなかったわ。連絡はね、緊急時にこの時計でボタン一つで父を呼べるの。位置情報も行くようになってて、いい歳して使うのも恥ずかしかったんだけどね。というか私たち同じことを秘密にしていたなんて。理解があってさすが会長って感じだわ。なるほど、便利な機能だからこそこれだけ大きな組織のトップが務まるのよ。にしてもこの店いい店なのにね。何か活用できたらいいんだけど。そんなことを話しながら私たちは笑い合い、長い一日が終わった。その後連れて行かれたこわもて店員や組長らは下等会の下っ端として奴隷のように扱われている。こわもて店員はどうにかしてやるとの宣言の通りに本当に何度も逃亡を図ったそうだ。しかしすぐに組織に捕まり逆戻り、そんなことを続けていた。そしてついにいつの日からかこわもて店員は帰ってこなくなったそうだ。その後こわもて店員を見た者はいないと言われている。それから他の組員や組長が逃げ出そうなんて気を起こすことなく、ただただ黙って組織の言うことを聞いている。奴らはもう二度とこの狭い世界からは出ることは誰一人としてできない。一生下等会の奴隷であり、誰とも関わることなく、もちろん話すこともなく、ヤクザたちはどんどん正気を失っていってるそうだ。まさかここで私たちが店をやることになるなんてね。あんなことがなかったらお互いのことを知ることもこの店をやることもなかったことを思えば、少しはいいこともあったってことなのかしら。そうね、これでここであいつらに騙される人もいなくなるし、ママさんたちが気軽に来れる店になるといいよね。これからは忙しくなるわよ。あ、もうこれからは隠し事はなしにしましょうね、お互い。
私たちはあの事件の後即ぼったくり居酒屋を閉店させた。そのままにしておくのは惜しいと思い、急な思いつきで私とママ友で合同経営として、ママたちも子供を連れて気軽に来れるおしゃれなバーをオープンし、今ではたくさんのママたちでにぎわっている。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は村上健人。普通の会社員をしているが、万年窓際社員。でも自分で言うことではないが、仕事ができないわけではない。ただ出世というものに興味がないだけだ。それにこの窓際の席が好き、それだけの話だ。昔からヘナチョコで頼りないやつだと思われているようだが、これでも元柔道全国一とはいえ、そんなことを発揮する場面もなく、勘違いされたままの人生。しかし、この唯一の特技とも言えるものが、発揮する時がすぐ近くに来ているなんて思いもしなかった。ある日、巨漢ヤクザ3人が会社に乱入してきた。シャバ代払え！威圧的な態度で周囲を見渡すヤクザたち。一人はオフィス内のデスクを蹴り飛ばしたり、社員の肩を押しのけたりしながらフロアをうろうろしていた。早く金を出せ。あんだろ、持ってこいよ。ほら、何見てんだよ。お前の財布でも見てやろうか。ビビってんのか。もっと怖がればいいさ。怒鳴りながら社員たちを脅かして楽しんでいるようだった。もう一人はカウンターをどんどん叩いていた。社長呼べ。お前らみたいな下のもんには話はないんだ。それともお前ら金持ってんのか。さっさと連れてこい。こら、もたもたしてんじゃねえぞ。おい社長、出てこい。聞こえねえのか。そう叫び、社員たちは恐怖で怯えながらも美人社長を呼びに行く。すいません、声が聞こえなくて。お待たせしました。諸話題ですって。ここはあなたたちの島ではありません。何の権利があってここにいるのですか。美人社長はすぐに社長室から出てきて、冷静な態度でそう話した。巨漢ヤクザ3人のうち、おそらくリーダー的存在の山本は笑いながら、権利、俺たちがここにいること自体が権利だろうが。この町は俺たちのもんだ。俺らの言うことは絶対なんだよ。分かったらさっさと金持ってこいよ姉ちゃん。あんまり生意気な態度ばっかり取ってると怖い目に遭うよ。俺らはヤクザだ、分かるよな。どうすればいいかなあ。手下の一人が美人社長に近づき、肩を掴んで強引に引き寄せた。どうせ女社長なんて男連中に舐められてるんだろ。それだけ美人だったら仕方ねえ。俺たちが守ってやるよ。その代わりに商売代払えよ。なあ、いい条件だろ。どうだ、それを飲むか。しっかり可愛がってやるぜ。あなたたちの言い分には法的な根拠もなければ、こちらが払う理由もありません。それに残念ながら舐められてもいませんよ。いい社員に囲まれて仕事ができています。だから余計なお世話をありがとうございます。私には全く必要のないことです。もういいでしょ。今日はやることがたくさんあるんです。今仕事が立て込んでいるんですよ。だからどうかお引き取りください。警察呼びますよ。毅然とした態度を表すが、ヤクザたちの威圧的な態度は増す一方だった。社長怖くないのか。強いな、さすがだわ。俺はのんきなことを考えながら椅子に座って様子を伺っていた。
いつまでそんな態度が通用するかな。どうせお前らにはどうすることもできねえだろ。はあ、言っておくが、こっそりどこかに通報したり連絡したりするんじゃねえぞ。そんなことしたら分かってんだろうな。バレないと思ったら大間違いだ。何でもお見通しなんだよ。手下たちがオフィス内を荒らし回り、書類を床にばらまき、パソコンの画面を叩いて壊していく。社員の一人があまりの恐怖に思わず泣き出してしまった。やめてください。もう脅すのは十分じゃないですか。怖がっています。どうか早く解放してください。口ごとにすんじゃねえ。黙ってろ。いつまでも笑ってると思ったら大間違いだ。金さえさっさと渡せばこんなことにもならねえのに。恨むなら上司の社長を恨めばいいさ。情けない社長を持って社員たちも大変なんだな。仕方ねえ。じゃあこうしてやるぜ。お前はこっちに来い。社長が払わねえならこの女がどうなるかわかるだろう。山本はそう言って女社員の腕をつかみ、美人社長を脅迫する。なんとかするしかないか。このままだと拉致が開かない。社長も連れて行かれてしまうかもしれないな。たく仕事が進まねえ。俺は状況を伺っていたが、社員たちが怯える姿や美人社長の苦境を見て、ついに口を挟むことに決めたのだ。おい、やめろ。その手を離せ。嫌がってるじゃないか。あんたらもいつまでもこんなことして、もうヤクザって暇なお仕事なんですか？ここで時間潰してていいんですか？いや、なんだてめえ、誰に口聞いてんだ。窓際社員が何のつもりだ。暇とか言ったか。手を煩わせたのはお前たちの方なんだよ。お前みたいなヒョロヒョロ男子に何ができるんだ。どうせ口だけだろ。何にもできねえくせに。それとも俺を倒せるだけの強さがお前にあるってか。怪我したくなかったら今のうちに引っ込んでろ。俺は静かに声を上げたが、山本は俺のことを嘲笑い、手下たちも笑い声を上げている。村上さんどうしたんだろう。あんなことするタイプだっけ。余計なことしないでほしいよね。今以上にヤクザたちが怒ったらどうするつもりなんだろう。怖い。誰も村上さんがどうにかできるなんて思ってないのに。俺の意外な行動に他の社員たちは、余計なことをしないでくれと願うばかりの様子でこそこそと話をしていたようだった。この会社にはあなたたちのような人間の居場所はない。今すぐ出て行け。仕事が進まない。迷惑なんです。俺は早く仕事を再開したいだけだ。ちゃっちゃと終わらそう。やるならやりますけど。今度は手下が美人社長にナイフを突きつけた。まだお前はそんなこと言ってんのか。暇なのかよ。お前には用はない。仕事でも何でもしておけ。ま、お前にはできる仕事なんてお茶出しくらいなのか。お前の話し相手をしてやるほど俺らも暇じゃないんだよ。さあ社長さんよ、この女社員を見捨ててお前も一緒にやられるか。どうすんだ。さっさと決めろ。お金は払いますから、その社員を解放してください。今すぐに。やっと払う気になったか。先にお金をここに持ってこい。話はそれからだ。ここにはお金はないんです。後日必ずお持ちします。だからその子を。おいおい、そんなことで乗り切れるとでも思ってんのか。ここに金がないなんて信じるわけねえだろ。いくら用意してくれるつもりだ。そんな嘘信じると思ったか。バカにしないでもらいたいね。仮に本当にないのなら誰かに持ってきてもらえ。知り合いにでもな。金を用意してここに持ってくるまで、ここにいる誰一人として解放するつもりはない。今日は返さないぜ。みんな覚悟しろ。めんどくさい奴らだな。でもあんまり問題にならないようにしないと。ああ、すいません、お願いです。今日のところは帰ってもらえませんか。女性相手に何をしてるんですか。
じゃあ僕が人質になりますよ。それではいけませんか？構わないですよね。だからお前はさっきから何なんだ。口だけで助けようとはしない。手も出してこいよ。ビビってんだろ。じゃあ初めから話しかけてくんな。お前みたいな地味な男が出てくる場面じゃねえの。わかったらさっさと窓際に戻っとけ。この万年窓際社員。俺はこの聞き分けの悪いヤクザたちとナイフを向けられた美人社長を一刻も早く助けるため、試合以外では封印していた柔道の技を使って、この無駄な時間を終わらせると決意した。俺はまず一人目のヤクザに向かってゆっくり歩き出した。はい、なんだ？何かしようってのか？俺に相手してほしいのかよ。やってやるぞ。おう、相手してくれ。俺は今猛烈にむしゃくしゃしている。俺は一瞬で手下の腕をつかみ、柔道技で豪快に投げ飛ばした。いって、お前いきなり何すんだ。いや、なんだそんなもんか。相手にもならねえじゃねえかよ。手下は驚愕し、床に倒れたまま動けなくなってしまった。え？村上さん？本当に本人なの？あまりに一瞬の出来事で何が起きているかわからない状況と、社員たちも本当に村上なのかと驚きを隠せずにいた。お前、まさかただもんじゃねえのか？それとも偶然か？でも俺にはそんなもん通用しねえぞ。相手してやれ。覚悟しろ。久しぶりに投げたらやっぱり気持ちいいもんだ。でもこいつじゃ相手にもならなかった。お前はちゃんとしてくれるんだろうな。期待してもいいのか？もう一人のヤクザも俺に向かって襲いかかった。俺に対し何度もパンチを繰り返すが、俺はそれを避け、逆にヤクザの腕を取ってまた投げ飛ばしてやった。てくそ、あんなんだよお前。なんだ、お前も大したことねえじゃねえか。面白くない。ヤクザって強いもんじゃねえのか？久しぶりにやり合いたいのに。誰かもっと強いやついなかったのかよ。まるで目の前で柔道の試合でも見ているかのような綺麗な技と迫力。おい、地面に押し付けんじゃねえ。苦しい。こんなんじゃ相手にもならねえや。出直してこいや。あれ、誰？本当に村上さんなの？ざわざわと社員たちが騒ぎ出していた。社員たちの顔はこのまま行けば助かるのではないかという期待と安心の表情が見え始めた。お前ら黙れ！全員やられてんのか？おい、お前もこれくらいで調子に乗ってんじゃねえぞ。まぐれだろきっと。俺には通用しねえぞ。俺を相手にして無事でいれると思うな。お前もやられたくなければここで諦めて帰るんだな。ふざけるな！てめえ飲みやがって！山本は美人社長を追っ払い、俺の方に突進してきた。怪我しても知らねえぞ。かっこ悪いところ見せることになってもいいのか？部下に示しがつかねえぞ。お前がやられたら。ぐだぐだ言ってねえで黙れ！お前こそやられないように覚悟しろ！山本を投げ飛ばす寸前、起き上がった手下たち二人が俺に突っかかってきた。もう起きたのかよ。何度やっても一緒だ。同時に相手してやるよ。はまれやってやれ。次はやられんじゃねえぞ。しかし、そんな思いも叶わず、俺は冷静に動きを見極め、二人をいとも簡単に技で倒してしまった。だから何度やっても同じだって言ったろ。手下たちは完全に戦意を喪失し、うずくまってしまった。お前、本当は何者なんだ？ただの社員じゃないだろ。何が目的なんだ？まだ何か隠してることがあるのか？何言ってんだ。俺はただのどこにでもいる窓際社員だ。さ、もういいだろ。お前の部下はこんなだし、もう懲りただろ。さっさと帰ってくれよ。まだ金もらってねえだろ。金さえもらえればすぐ帰るって言ってんだ。
いつまでも出すの渋ってんじゃねえよ。さあ社長さんよ、さっさと用意して持ってきな。社長室に金庫でもあるんだろ。ないなんて言わせねえぞ。あんたらの組そんなに金に困ってるのか？そんな組さっさとやめちまえばいいのに。お前ヤクザのことは何もわからねえけど。とにかく社長をこっちに返してもらうぜ。もう用はないだろ。ヒーローぶってるつもりなのか？これくらいで社長を守れたつもりかよ。お前もしかしてこの女のこと気に入ってんのか？残念だったな。お前なんて相手にもされないだろうよ。ただの柔道バカなだけの窓際社員なんてよ。何を言ってんだ？俺は会社の社員として社長を守ろうとしているだけだ。それでまだこの無駄な話を続けるというのなら、力ずくでも終わらせるのみだ。俺は自分が少し意地になっているのを感じた。なんてったって、そのヤクザの言うことは図星だったからだ。俺は、美人社長に片思いをしていた。いつまでもこんなことするのはやめましょう。では、社長室で話をしませんか。他の社員は席に戻らせてください。お金が欲しいなら、私だけいればいいですよね。それはできない。その間に逃げたり通報したり、厄介なことをする奴がいるかもしれねえからな。やっぱりさっき、お前も投げ飛ばしていればよかったな。時間の無駄だって何度言ったらわかるんだ。俺はあまりに山本が話が通じないので、山本の胸ぐらをつかみ、一気に背負い投げを食らわせた。えいって、てめえ急に何してくれてんだ。受け身できてねえと言ってたぞ。こんなことで俺が諦めると思ってんのか。俺はヤクザだ。いざとなったらどんな手を使ってもお前には勝てる。俺を敵に回してもいいんだな。ああ構わないさ。でまだ懲りないってことなのか。じゃあもう一発かましてやろうか。俺は構わないぞ。なんならもっとやり返してくれ。退屈でどうにかなっちまいそうなんだ。おい、待て、近づいてくるな。ちょっと落ち着いて話そうや。そんなカッカするなって、俺も仕事なんだよ。組のために、なんとか金を持って帰らないといけねえんだ。わかるだろうな、今日のところは一旦帰ってやる。また後日用意ができた時にいただきに来る。それでいいだろ。お前の組の事情なんて知ったこっちゃない。金を持って帰らないといけねえなら、お前の金で出しとけ。もう二度と、ここに立ち入るんじゃねえよ。さもないと、次はこんなもんじゃないぞ。そんな無茶言うなよ。おい、待て、何をするつもりだ。もう勘弁してくれよ、なあ。俺は、これでとどめだと思い、山本の胸ぐらを掴んだ時だった。素晴らしい。柔道の試合でも見てるような気分でスカッとしたよ。まあ相手はこんなだから、そこは残念で面白くなかったけどな。楽しませてもらったよ。ありがとう。君何かやってたのか？そんなことを言いながら拍手をして入ってくる男と、黒い服を着たがたいのいい男たち。俺ですか？はい。一応、元柔道全国一位です。なんだって全国一位だって？まあ、そうだよ。まあ、でもまあ、昔の話だけどな。そんなセコいじゃないか。そんな奴が一般人に手を出すなんて。それに何が昔の話だ。どうせ今もやってんだろ。あんなの現役に決まってる。何がセコいんだよ。それは褒めてくれてんのか？もしかしあんただろ？一般人に手を出して、理不尽なことやってんのは。うるせえ。それよりあんたらだ。おい、誰だよ。ゾロゾロと引き連れて何者だ。俺はレオ会の会長をしている東条だ。お前らは指導組のもんだな。こんなことをしてまさかタダで済むとは思ってないよな。おい、お前らやってやれ。その合図で会長の部下らしき者たちがヤクザ3人を引き集めて囲み、袋叩きにした。
なんで、もう手を出すのはやめてください。それに、レオ会だ？なんでこんなところに。レオ会って言ったら敵に回したものは消されるって噂を聞いたことがある。その後も原因も不明のままで、まさか俺らを消しに来たんじゃないですよね。だってあなた方には何にも関係ないでしょ。ここで柔道の試合をやってるなんて聞いてな。興味本位で覗きに来たんだよ。でも来てみたらこのありざまだけどな。試合というよりもやられてるだけじゃないか。それにヤクザの雑魚どもがこの会社を荒らしてるって聞いたんだ。その駆除をしに来たってわけだ。その雑魚はお前のことか。俺たちがいなくても駆除してくれる奴がいたようだな。お前がリーダーなのか？よくもここに入り込んだな。もしあいつの相手になるような強さならまだいい。でもなんだ、雑魚なのは頭だけじゃねえのかよ。それでよくヤクザなんてやってんだな。ヤクザといえば誰でもビビって言うこと聞くとでも思ってんだろう。申し訳ございません。我々はもう消えますので。荒らすだなんてとんでもありません。でもこいつ本当に強いんです。だって1位こんなやつ誰が叶うんて言うんですか。もう相手が悪かっただけなんですよ。お前らいつまで寝てやがるんだ。起きろ、行くぞ。おいおいおい、まだ消えるなよ。金はいらねえのか。諸話代支払うまでここに居座るんじゃなかったのか。その間に試合の続きでも見せてくれよ。相手が悪かっただと？じゃあ俺の部下とやってみるか。それだと勝てるってことなんだろ。うちもなかなか鍛えてるからな。どうだ、やるか。それとももう一度この強い男に向かっていってみせろよ。敗者復活戦と行こうじゃねえか。そんな、それはできないです。あなたの部下ともやりたくありません。もういいです、認めます。おっしゃる通り俺たちは弱いです。口だけの男なんです。こいつにもあなたの部下にもかないません。お金もいりません。だから返してください。山本の後ろでは手下たちが同感だと言わんばかりに上下に頭を動かしうなずいた。おいおい、それでもヤクザなのか。さっきまでの偉そうな態度はどこに行ったんだよ。そんなんじゃ社員みんなに逃げられちまうぞ。ここでお前らだけ帰らないつもりか。もしこの村上くんとやらを倒せたら今回のことには目をつむろう。何もかも水に流してやってもいい。どうだ、ヤクザなら簡単なことだろ。お前らを敵にしたら後悔するんだろ。そう言ってレオ会会長は嘲笑った。そんな無茶言わないでください。あまりに強すぎます。叶うはずない。しかもこいつは本気を出してもいない。勘弁してください。他にできることして償いますから、どうかお許しください。他にできること？お前らみたいなもんに何ができるんだ。じゃあいいんだな、お前たち。どうなっても、ぶち込んで宙吊りにでもしてやろうか。お前らの命尽きるまで鉄パイプで可愛がってやるぞ。どうだ、そしたらもう戦わなくても済むだろう。お前らはただ自分たちが終わるまで、その瞬間まで我慢したらいいだけだぞ。いい考えじゃねえか。そんな嫌です。なんでそこまであなたたちが。まさかこの会社と何か関係があるのですか。あの女社長か。だから会長自らこんなことを。いいんですか、こんなことが他の組織にバレても。どう思うでしょうか。あの女何か裏があるのか。それでこんな大きい組織を。お前
まさかこの状況で俺を脅そうってのか。いい根性してんじゃねえかよ。仮にそうだとしたらなんだ。他の組織がどう思おうと俺には関係ない。お前、分かってんのか。これでも俺は、この辺りの組織では一番とも言われてる。ヤクザ界だけじゃない。いろんな方面に顔が利くんだ。お前をこの世界から消すことも可能なんだぞ。それも、いとも簡単にだ。だから、俺にそんな脅しは全く効かねえ。痛くも痒くもない。わかったか。反論できるもんがあるか？ほら、言ってみろよ。会長は山本の髪の毛をつかみ、自身が持っていた護身用のナイフを山本の顔に突きつけた。山本の額からも大量の汗が流れる。それを見て手下たちも怯えていた。申し訳ございませんでした。脅すなんてそんな、話していただけませんか？その、私に向けてるものを。俺は消されたくなんかない。ああ！会長と山本のその会話に恐怖を覚えた手下の一人が、恐怖のあまりか、俺に向かって突進してきたのだ。ああ、突然突進してきたのに、軽々と投げ飛ばされてるじゃねえか。はい、これで一人アウトだな。次はどうするんだ？お前か。このままいても消されちまうなら、やるしかねえ。そう言いながら俺につかみかかり、一発食らわせようとするも、これも簡単に避けて、最後には足技一つで倒し、そのまま抑え込んだところ、手下は気絶してしまった。はい、残念。二連敗だな。おいおい、このままじゃ負けちまうぞ。リーダーならやってくれるよな。お前がみんなを救うためにやるんだろ。俺が負けるわけねえもんな。こんなとこでくたばってたまるか。俺は山本の攻撃を避けると、何度も向かってくる山本。なんだ、何避けてばっかいんだよ。お前からもかかってこいよ。会長の手前でビビってんのか、おい。そんなんじゃねえよ。じゃあいいんだな。一瞬で終わらせちまうけど。んだと舐めやがって。覚悟しろよ。やってる。最後に思い切り俺の胸ぐらを掴んだ山本だったが、俺は綺麗な背負い投げで仕留めてやった。くそ、なんで俺がお前なんかね。地面を拳で何度も叩きつけ、手の甲からは赤いものが滲んでいた。ああ、全員負けちまったな。ここんところのヤクザは弱いやつばっかで情けねえ。それにしても、あんたが強すぎるってのもあるな。さて、お前らの処分どうしてやろうかな。まずは、お前らが来てからこの会社の作業がストップした。クライアントにも迷惑をかけたことだろう。そのための迷惑料をいただかないといけないな。迷惑料？俺らは組の仕事のために。どうせお前なりふり構わずどこでも邪魔して回収してやろうとか、そんな魂胆だろう。じゃねえとおかしな話になってくるんだよな。俺はこの会社にはヤクザ関係のもんは近づくなと組織に話を通してやる。もちろん指導組の組長にもしっかり言ってやったはずだぞ。それなのに指示されたなんてことになったらおかしい話だと思わねえか。はい、その通りです。適当にこの会社に入りました。金持ってそうってだけで。だよな。だから勝手に入ったお前らが悪いだろ。その迷惑料はいただかねえといけねえだろ。お前たちがこの会社からいくら取るつもりだったか知らねえが、1000万くらいにしといてやろうか。1000万円だなんて、そんな大金ありません。用意できません。今回は目をつぶっていただけませんか。
お前に金がなかろうが用意できなかろうが俺には関係ない。用意して持ってこい。ただそれだけの話だ。許す許さないの話はしていない。もちろん罰はこれだけじゃねえぞ。何がいい？久しぶりに指詰めでもしてやろうか。お前らどうやら調子に乗りすぎたようだからな。ちょっと黙らせるためにお前らをビビらせてやらねえといけねえ。会長は近くにあったハサミを持ち、山本の腕をデスクに叩きつけた。何をするつもりですか？そんなもので指を。そんなハサミじゃどうやったって。どの指がいい？選ばせてやるよ。そうだな、この指じゃキレが悪いかもしれねえな。そうなったらノコギリのように何度も何度も切れるまでやるのみだよ。当たり前だろ。指を切られる痛みが切り落とされるまでずっと続くなんてどうだ、きついだろ。こっちにカッターもあるぞ。どっちがいい？全部の指をやってやってもいい。どうせお前ら指導組からは破門させてやるからな。二度とこの世界で仕事なんてできない。お前らみたいな雑魚はいらねえからな。さあ選べよ。指を失いたくありません。一本も破門だなんて俺らにはこの世界しかないんです。これからどうやって生きていくって言うんですか？お前らのようなものにこの世界で居場所はもうないと言ってるんだ。さあやるぞ。せーの。やだ、やめてくれ。会長は山本の小指ギリギリのところでハサミを下ろした。うるさいやつだな。このくらいの覚悟もねえのか。そうだ、今後はレオ会が面倒を見てやろう。一生俺たちの監視から逃れることはできない。自由もない。ちょうど海外への人手が足りてなかったんだ。それにお前らを連れてやってもいいな。俺らの仕事の世話をしてくださるって言うんですか？よかった、じゃあ死んだ。よかった、感謝いたします。お前何か勘違いしてるようだが、そんな華やかな仕事ではないぞ。向こうに行けばきっと日の目を浴びることはないだろう。誰にも会うことも話すこともない。そのうちお前らのことはみんな忘れていく。お前らなんていなかったように時は過ぎていくんだ。生きた心地はしないだろうな。どんな仕事なんですか？まるで監獄のような。もう、もしそれを拒否すれば、どうなってしまうのですか？そんなもんは簡単だ。お前らの存在を跡形もなく消してやる。その瞬間から、お前らはもともと存在しなかったものとして、誰の記憶からもいなくなるってわけだ。さて、話は以上だ。どっちがいい？さっさと自分たちの今後の人生を選ぶんだ。命は助けてほしいです。情けない奴らだ。おい、こいつら連れて行ってくれ。会長は部下にそう指示し、ヤクザたちは連れて行かれた。ああ、やっと終わった。疲れたわ。社長と君、ちょっと社長室へ。はい。俺は何を言われるのだろうと正直ドキドキしてしまった。すまないね、呼び出してしまって。娘を守ってくれて本当にありがとう。君がいてくれて助かったよ。君のような人間が会社にいてくれると安心だ。え？娘？なるほど、社長のお父様だったんですね。
それで助けに来てくださったんですね。私からもお礼を言わせてもらいます。本当にありがとう。片思いしている相手からまさかの感謝の言葉をもらってしまい、その上父親からも自分のことを認めてもらえたような気がして、俺は思わず笑みをこぼしてしまった。その後、連れて行かれたヤクザは指導組から追放され海外に飛ばされた。命だけは助けてほしいと選んだ結果だった。単なる労働だろうと安易に考えていたヤクザたちは、あまりの過酷で生きた心地がしないその環境に毎日怯え、日に日に生気が薄れていっているのだという。一方、俺は相変わらず窓際社員、そして会長の部下はうちの会社を去っていった。さらにまさかの出来事が起きたのだ。村上さん、もしよかったら今夜ご飯でも行きませんか？え、俺ですか？他の人たちもですか？いや、私は村上さんと二人でと思ってるんだけど。二人？はい、喜んで。そんなこんなで居酒屋に行き、暇さらながら自己紹介から始まり、いろんな話をしてお互いのことを話し合ったのだ。なんで俺を食事に誘ってくれたんですか？今まで仕事でしか話すこともなかったのに。俺はてっきり出世もしないでその窓際の席に居座っているから嫌われているものだと思っていました。村上さんって気になったら答え合わせしたい人なんですね。なんで出世しないのかは不思議でしたけど、あなたならもっと上の立場に上がれる人材だから。でもそれで嫌ったりしないですよ。実はというと、もともと村上さんのことを気になっていたんですよ。どんな人なんだろうと思ってました。でも立場的にどうなのかなと思って、なかなかきっかけがなくて。そしたらこの間のあれだったから、これはもう行くしかないと。俺は一生片思いで、むしろ叶わなくても構わないなんて思っていた。でも片思いだと思っていたものは今後変化していくことに、そう時間はかからないのかもしれない。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。